UD でストリートファイターオールバトル。スーパーストリートファイター2 X からストリートファイター5まで、その歴史を築き上げた猛者たちの戦いをお届けする夢のチャンネルでございます。本日はスパツ X 最強を決めるリーグ戦2日目をお送りいたします。本日進行を務めさせていただきます吉尾です。よろしくお願いいたします。はい、そしてですね、今日は一緒にコメンタリーしてくれるトネピーさんを呼んでおります。はい、本日一緒にコメントさせていただきますトネピーです。皆さんちょっとあんまり知らない方いると思うんですけども、普段は、関東でバーサスとか、大山ニュートンといったところで、遊ばせていただいております。本日は、皆さんと一緒に盛り上がれるように頑張りたいと思います。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。さあ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 、ということでね、はい、意外とこの2人はないですか組み合わせ的には。そうですね、あまりないですね。まあ、といってもね、この間やりましたからね、はい、UD のね、そうですね、はい、UD のX1 デイトーナメントね、そうですね、やりましたね。その時以来ということでございましょうか。はい、ということで、まあ、早速ですけども、今回2回目ということですけども、はい、まずリーグ戦のね、参加選手、はい、改めて、見ていきましょう。さあ、じゃあ、画像出ますでしょうか。はい、爽やかですね。爽やかです、藤本さん。まさに本当に若手からの資格ということで、うん、最近モリモリ大会でも結果残している藤本さんですね。結果で出してますね。はい、はい、では次ニューヒロー小高、まあ、前回 の、 その我々2人と2回転3プラスで解説した時の優勝チャンピオンということで、はいはい、今回も期待されているということですね。そうです、はい、来ましたね。外伝プレイヤー、はい、グンゼさん、アタックサイクロン降臨、はい、ということで、外伝というのは2006年、5年、はい、5年かな、それにあるの、まず商品になったね、X マネ外伝というのもありますけども、その時も出てたというね、超高校プレイヤーですね。はい、はい、来ましたね、ユーベガさん。さあ、変化前ベガ職人ユーベガということで、最近ちょっとバーサスに現れてないみたいな話を、そうですね、まあ、ちょっといろいろ自分の事情が忙しくてっていうことがあるんですけども、まあ、大会には必ず来てると、はい、いうことですね。大好きですからね、一つ、はい、はい、来ましたね。さあ、ビースト超越精神求道者、結構僕のイメージとはこれ違うポーズなんですけどサッシー、まあ、今回要注目選手ということで、はい、まあ、前回サソリ君ご指名ということもあり、はい、初日も非常に好調でしたと。ベテランからやっぱり評価も高い、高いプレーですよね。はい、ただ先週の大会でちょっとでしたね。それは佐々木さんのいいところでもあり悪いところでもあるというところでしたね。そうですね、はい、はい、というところでございます。来ましたね。さあ、伝説の玉置小郷さんでございますけども、さあ、相変わらずの活躍っぷりで、はい、漫画でも大活躍、まあ、腕はなまらず、なまらずですね、はい、でさらにね、今回2キャラ登録制なんですけど、はい、唯一ガイルを登録していると、はい、いうところで、その辺の、まあ、どっちも一級品ですからね、見どころあると思います。その辺が気になるところでございます。来ましたね。さあ、神の二択を持つ男、この案件ということで、やっぱり神の二択っていうのが一番似合うプレイヤーですよ ね、 すね、やはり前回も初っ端の試合だったんですよ、はい、で音中さん3立てしたんですけど、はい、やっとそんな読みがあるんだっていう読みしてましたね。すごいですね。すごかったですね。さあ、続きまして、史上最強オトチュンということで、過去ずっと強いと、過去現在含めて強いと、第1回の投撃でもやはり梅原さん、ね、第1回の梅原さんと組んでチャンプと、はい、いうことなんで、もう一つの歴史はこの人とありと言っても過言ではないんですけど、はい、まあ、唯一、立ち上がりだけ少し遅いっていう弱点があって、 それを前回疲れましたと、はい、いうところですね。初っ端の試合というところで、まあ、そこ唯一の弱点なんですけど、まあ、そこを、ね、これから中盤なんで、はい、そこを、ね、うまくもう抑えてあるかなというところで非常に期待と、はい、期待ですね、はい、さあ、以上でございますけども、はい、ということで、まあ、今回2日目ということで、うん、まあ、1日目の結果をね、まず、はい、ここで振り返って、振り返りがあるということなので、はい、画像の方がこうなってました ね、 リーグ戦、はい、これを見るとやはりいかがですか、結構くっきり分かれてますよね。2勝してる方と、
2杯ということで。そうですね、はい、あの割とくっきり分かりましたね、はい、うん、この中でやはり2勝しているのが、アニケンさん、小高さん、サシシさんと、うん、特にサシシはもう勝ち方が圧倒的だったので、はい、もうプラス即失点も、ね、多くついてますね。確かにそうですね。あ、そうか、アニケンさんもそうなのか。アニケンさんもユーベガオトチュンと倒して、うん、そうですね、こちらも、うん、いや、ハマると爆発力がすごいんで、あの3試合選手だとそのままアニケンさんの流れに引き込まれてありますよね、っていうのがあるんで、うん、で逆に小高はね、フジモン戦が非常に接戦で良、はい、かったですね、うん、さあ対するフジモン軍勢というところが意外と抑え気味、はい、軍勢さんはねやっぱね残儀っていうことがあって、この中でやっぱりやっぱ、ね、シングルはきついんですよね、はい、どうしてもシングルはきついんですけど、まあ、DJ、リュウ、まあ、サガットであれば、まあ、そこそこね勝負にはなる、ね、ここからはそんなに、まあ、オトチュンさんのチュンリーを除けば、うん、あのキャラ的にはかなり戦える、ね、ベガ戦とかそうですね、はい、なんですが、まあ、ちょっとね前回リュウ落としてるんですよ。でももったいないだよね、だちょっとね、はい、そこのちょっと調子悪そうに見たところをなんとか復帰していただきたいと、はい、いうところでございますね。はい、はい、こんなものでございましょうか。じゃあさっきちょっとルールも出ましたけども、はい、ちょっとルールを改めてね復習していきましょう、はい、3試合選手です、はい、で、2キャラ登録制ということで、小郷さんだけね、はい、2キャラ登録しております。1試合目のみキャラ申告で、2試合目からは負けた側がキャラ変更ありというところで、はい、その辺はね昨今の海外大会を踏襲しておりますと。勝敗で並んだ場合は直対の結果を優先と。で3人以上が勝敗で並んだ場合は、得失点差優先となりますと、はい、なのでやはりラウンドはラウンドというかなるべく3立て、そうです、なるべく3立てがいいというところと、うん、まあ、でも直対結果優先なんでね、はい、でしかもこれ勝敗で並んだんで、まあ、今回だから2勝しているプレイヤーたちの戦いっていうのはそう非常に大事な結果になってきますというところでございますね。はい、では、本日の、ね、プログラムはトネピーの方から紹介していただきましょう。はい、では本日2日目、本日は10試合内容予定しております、本日のプログラムです。1試合目アニケン対グンゼ、2試合目ユーベガ対オトチュン、3試合目フジモン対オゴ、4試合目サシシ対コタカ、5試合目グンゼ対ユーベガ、6試合目フジモン対オトチュン、7試合目コタカ対アニケン、8試合目サシシ対オゴ、9試合目フジモン対アニケン、10試合目グンゼ対オトチュンとなります。さあこの組み合わせ本日どうですか、吉尾さん。いやーこれね、いろいろ言いたいことは多々あるところですよね。結構濃い、これ、まあ、もちろんもうメンバーがメンバーなんで全試合濃いんですけども、はい、まあ、やっぱりね、サシシ対コタカっていうのはそうですね、まあ、2勝同士ですね、2勝同士かつ、はい、まあ、グレートタイマンバトルということで、はい、やりましたね、まあ、UDB で1回やってますと、はい、で、まあ、卒を象徴するとも言っていいね、リュウ対ガイルということで、はい、かなり注目度高い試合なんじゃないですかね。そうですね、前回は、そのタイマンバトルではコタカさんが勝利していると。ちょっとコタカが今年乗ってるので、はい、今までの、ね、戦績の試合等を含めるとサッシは勝ってると思うんですよ、はい、多分なんですけど、まあ、そういう、ね、場でことは勝ってるということなので、はい、今年の勢いも含めてね、そこは非常に再注目と、はい、で、目的にはこのコタカアニケンっていうのもやはり、あ、まあ、これも2勝同士ですし、そうですね、まあ、前回のコタカさんがチャンプになったところでは、ね、決勝戦ったということで、うん、準決勝ですね、すみません、戦ったということで、これもね、これも当然剣がきついんですけど、はい、そう前回やった時もその3本選手で 3-2 でもつり込んでたんで、もつり込むんですよね、はい、かなりね3試合選手ぐらいだと、はい、その勢いと読み勝ちで勢いと全然持ってくると3連勝で全然あり得る組み合わせなんで、100試合とかやるとさすがにガイルによるんですよ、まあ、そうですね、っていう組み合わせなんですよ。3試合ぐらいだと本当全然分かんないんで、これもあれですよね。さあそして、まあ、サシシ対王という組み合わせが、はい、まあね、まあ、今活躍している梅原さんも王さんの弟子ということになってますけど、ね、まあ、サシシは弟子ですから、ね、弟子ということで、まあ、竜使いということでね、はい、これはもう疑似的な師匠梅原王王ではないかとないかというところですよ。こう見ていただければと。ただキャラどうするんでしょうね。サガット竜でも確かに、まあ、八重さんがうまい、王さん上手すぎて全然いけるんですけど、
結構そのガイル流でやってる、ガイル流も好きなんですよ、ね、単純にこの相性とかじゃなくて、大越さんが好き嫌いでガイルを選ぶ可能性もあると それも可能性非常にあるので、うん、ここはねどうなるかちょっと分かりづらいところですよ ね、 すね、まあ、あとはこの、まあ、軍勢ゆうべがだったり、うん、まあ、フジモン王だったりこの辺りもかなり僕は、あ、そうです、フジモン王は多分ガイルで行くんじゃないですかね、あ、サガットはやはりキャラさがきついと、キャラさがきついと思うんで、うん、自信はあるとはいえ、うん、というとこですね、はい、はい、で、すね、で本番組は、4カード目の試合の途中より会員限定放送となります。でまたこの機会にぜひ入会して番組を最後までお楽しみください。チャンネル会員の方はストリートファイターオールバトルチャンネルの過去の放送全部、まあ、1日目の放送もですね、はい、いつでも見られますので大変お得ですということで、そうです、前回そう言ったんですけど、うん、サシジ我々強い強いって言いながら、はい、今まで強い場面があんま出てなかったんですよ、はい、まあ、大会の一発勝負しかやっぱり出ないですからね、出てなかった、はい、でその1日目がすごい強かったんで、はい、なんでね、まあ、小室さんと私はなんで俺だと組んだ時にこれ出ねえんだってすげえ文句言ったんですけど、それはいつもサシさんが言ってるんですけど、すげえ文句言ったんですけど、後ろに大郷さんと小室さんが立ってるとプレッシャーがやばいっていつも漏らしてますから、はい、さあ、それ本人に聞かれたら大丈夫なのかっていうことなんですけどもじゃあ、ですね、はい、早速、試合の方に行ってみましょう、1試合目が、アニケン対軍勢ですね、軍勢ということで、はい、はい、それではさあ、まずじゃあ画像が出る感じですかね。さあ、アニケン対軍勢ということで、まあ、これ結構やっぱり普段から関西、どっちも関西の方ですし、うん、まあ、永瀬も昔からいるということで、はい、これでかなりやってるとは思うんですけども、ただキャラ的には、割とね、いい勝負といいますか、そうですね、うん、これどっちも楽しい組み合わせですよね、結構地上戦は残儀側に分が寄りつつ、はい、まあ、波動拳もちょっと打ちづらいっていう組み合わせだけど、そうですね、まあ、剣が竜に比べてちょっと足が速いと、足が速い、飛び込みが少し強力なところがあって、ね、結構対空面もちょっと残儀側が気をつけないといけないと、いけないですね、いうことプラス意外と剣の投げに対してそう、ね、プレッシャーを感じる、まあ、掴みがあるんでね、膝掴みっていうのがやっぱあるんで、なんか意外と残儀側はその普通に戦えないというか、はい、ところなんですけど、特にアニケンさんもレバーを後ろに入れないっていうのはやっぱり目標にしてるみたいなのでそのあたりの前のめり感っていうのも注目かなと思います。結構地上戦は残儀有利なんですけど、くぐった時の、そのかいくぐった時のね、上から下なり上からなり下からなり、はい、かいくぐった時の剣の行動に注目というところでございます。さあ、では、はい、試合の方いきましょうか、はい、ビデオの方よろしくお願いいたします。はい、音順です。あ、元山利健です次は、軍勢とやります。優勝のためには最大の難関と思いますのでこれぞ剣残儀というところを見せたいなと思いますのでよろしくお願いします。ありがとうございます。次の相手が兄さんということで、兄剣は私の人生の師とも言うべき一番尊敬するプレイヤーでもあるのでここは全力出していきたいと思います。ちょっとアニケンさんがボケたみたいにして軍勢さんがボケなかったですね。真面目にボケてる可能性があります。真面目にボケてる可能性が、はい、さあありますけどね、まあ、本当仲良しですからね、はい、もう10年以上の、まあ、軍勢さんも長瀬勢の中では分かっているということ で、ね、かなり、ね、可愛がられてる人なので、さあさあさあいかにして持っていくでしょうか。さあ、ボケたものの顔は集中しております。おりますね。考えてますよ。考えてます。考えてる。わかんない。軍勢さんね、ああいうことやってるときどうなのかわかんないんで。そうですね。さあ。さあ、試合始まりました。さあ、早速、投げていく。これですね。これですよ。さっき言っていた。投げるんですよね。やはり2択。どこまで行っても失敗は2択。ここはもう一回引く。俺はやっていくっていうことを完全に1試合目見せつけた形ですね。今の小足なんかもう完全に必要ないものありますからね。ちょっとこれは、見せに来ましたね。見せに来ましたね。うん、見せに来ました。さあ、今度は投げない。さあ、一打、投げる。下げて、どうだ、重ねて、投げに行ったが受け身がある。待つ。ああ、待ちましたね。今ちょっと、これ待ったのは弱気がバレたか。おっと、投げに行ったところを差し返したが、これは、後ろに逃げてない。昇竜拳、これは、それは、おっと、めくりは出る。出ましたね。今ちょっとこれでも出たのは相当大きいですよ。はい、これ
めくりで一気に行く可能性ありましたから。グンズさん今結構スカシを狙ってたんですよね。スカシ狙ったところを、はい、ちょっとダブラリとかその読み返して内返しあったんで、確かにこれ今のラウンド2あのままめくり決まればもうグンズさん勝ちですよね、はい、これ一気に流れがね逆の可能性あったんで。さあ2試合目はグンズさんが追い詰めている。やはりこれどちらも追い詰めた方がいいですね。追い詰めた方がいいですね。さあ地上戦はやはり残儀が有利。あ、重ねる重ねる。あれはですね、発祥キックの隙が少ないので昇竜に対してガードできる、はい、発祥キックなんですけども、まあ、そもそも昇竜キックを狙ってたっぽいですね。アニケンさんは強気に投げ、ダブラリを投げる。これうまくない？さあ今度はやらせない、うん、やらせない。昇竜も怖いところなんですけどね、うん、ジャンプして追い詰められている。やはりアニケン前に出る。プレッシャーがすごい、どんどん出る。うわー、1になった。おお、これ惜しい。さあこれは抜けられない、さあちょっとでもあれですね、1試合目の1ラウンド目に比べてだいぶ拮抗しましたね、はい、あ、そうこれですねやはり体育が厳しいところ、ね、うん、おっとスクリュー狙いに行ったらちょっとミスりましたね。おお、昇竜が可能になった感じですかね。さあやはりでも追い詰められているのはグンゼさん。今のはしゃがみ投げで、グン残念がね、しゃがみ投げがあるので、はい、ああいう風にしゃがみパンチになったときですね。試合狙いに行く。さあ今のはうまいぞ。絶妙なタイミングずーっと投げに来てたん で、ね、やらせないよっていうスクリューを狙われましたね。狙われましたね、はい、対してグンゼさんは1回立ち勝負からスクリュー決めた場面もありましたけど、はい、2回目の時は様子見して勝利で打ってなかったというところで、はい、さあ純粋読み合いに持ってってますね。読み合いに持ってってアニケンさん今勝ってるという状態です、はい、アニケンさんようやく来た、といった。めくりはガードです。投げる、優しくない。画面端にしっかり投げてしっかりと環境に優しくない方ですね。さあしかし勝利、今度は逆に背負ってしまう。どうだ、差し返してす、わー、これは強気にいった。いいですね。俺も2択でいくぞっていう感じもね、俺も2択でいくって感じですね。やっぱ昇竜待ちをさせないっていうね、今のアニケンさんのことでしたからね。早い差し返し、投げる、ちょっと後頭が見えてましたかね。投げ返して返し待つ、はい、一文字を狙っていた。なこれ逆に出ますね、しっかりちょっと踏み込みが強すぎましたかね。さあ抜けて、波動拳も強気、ほらちょっと歩いてきた。やはり前に出てくる昇竜、昇竜3回刻んでから昇竜、これは自信あったんでしょうね。結構あの立ち中キック狙ってた感ありますね。さあこの小キックが強い、立ち小キック足払いも止められる、2あの影の効果ありますね、はい、X はまた危ないよ、投げる、食らってしまって投げはさあっとピヨル、立ちたいね、ピヨル本当か。一気に行きましたね、やはり勢いがある。アニケンさんがやっぱ1日目から勢いありますね、はい。いや最後ちょっとあれ逆にスクリューで反撃をしてさっき読まれたんで、今度はもうフライングパフォームで行ったろうっていう、逆の逆だったと思う。止まってるところ投げようだったと思うんですけど、どうなってもちょっと見せたんですかね。ちょっとその辺は真相はちょっと分かんないですけど、グンゼさんの動きをさせずに一気に持ってったっていうところありますね。というとこでしたね。ちょっとダブラリを投げるのはちょっと驚きましたね。あんなに投げれるんですね、ということなので、あれで立ち台キックとか波動を打ちやすくして、はい、でってことですね。で逆に波動読みでちゃんとダブラ出したりとかね、はい、そういう場面があったんですけど、めくりにちょっと行くときにすべて返しましたね。返しましたね。あれ出しづらく、はい、ちょっとね出しづらくさせるやつもあるんですけど、はい、振り向いて出てたっていうのはちょっとめくりが膨らみだったと思いますね。そうですね。なのでそれちょっと今、ね、タイミングというかね、あのリターン重視でちゃんとガードを振る方向で持っていったんですけど、はい、それにはしっかり振り出たということで、その辺の残念対策もバッチリでしたね。バッチリでしたね。なのでちょっとアニケンさんびっくりしたね。見た目ちょっと剣有利に見えちゃうぐらいの、はい、今のだけ見ると剣が圧倒するじゃないかぐらいの、ったんですけど、ちゃんと相手の行動を潰して言ってるんで、本来打ちづらい技を打つことで追っていったという内容になりましたね。ちょっとそれはかなり露骨に出た試合内容でした、はい、いやー、アニケンさん乗ってますね。乗ってますね。これでもう3勝目ですね、うん、はいはい、さあでは次の試合いけますか、はい、さあ次の組み合わせは今日本日2試合目、夕べが対オトチュンという形になっております。い
来ましたか。来ましたね。いつもユーベガさんの敵と来ましたか。ライバルと。そうですね。もうユーベガさんも常日頃からチュンリーこそがもうストツーの害悪だと。やっていかなければいけないと。チュンリーだけは倒さなきゃいかんってもう日頃から言ってますから。さあここどう出ますかね。近年はやはり、うん、結構ユーベガさんの相性がいいっていうのがあります、ね。特にここ1年そうですかね。はい、前回も。前回というのは、その X トーナメントですね、はい、UD で X トーナメントの時はユーベガさんが勝ってるという時で、はい、1試合目ですね、うん、それが。しかも、最近関東に、ね、チュンリーが最近増えたので、ユーベガさん相当数数こなしているという状態です、はい、なんですけどもやはりベガからするとチュンリーが一番きつい組み合わせっていうのは結構ベガ使いほとんどの人がいるところで対空がとにかく難しいんですよ。難しい。対空がとにかく難しくて気候圏がそんなに好きないので、はい、まず気候圏打っ てあの、まあ、まあ適当って言ってもあれですけど割とあの大雑把なタイミングで飛んで無造作に飛び込めるタイミングが多い。そうで落とせないんですよね、はい、で投げ前がチュンリーの、まあ、ちょっとだけなんですけど広いので、はい、あのまだ飛び込みガードしちゃって投げられてしまうということで、はい、もう一気にチュンリーのペースになっちゃってベガがきついという組み合わせなんですよね、はい、ただ、まあ、あのチュンリー側もベガが飛んでくることに対して結構あのしたためがないと対空しにくいっていうのもあるので、うん、ちょっとねあの踏み込まないと緊急中継が出ない結構空中戦にはなるのかなっていうのは、ね、ただ気候圏を踏みやすいっていうのもあってやっぱ踏んじゃうとダウンしちゃうんだよね X は一つ、ね、X はですねやっぱ踏んだ時に受け身ないので、うん、飛びどころ踏むっていうことに対してリスクが非常にでかいと必殺技ダウンという形になって、うん形になるね、ダウン時間も長いと飛びどころ踏めないゲームなのでそこがすごいきついんですよねということなのでどう出ますかというところです ですねちょっと調子を戻しつつあるオトチュンさんとチュンリーを、ね、非常に目の敵にしているユーベガさんということでさあ試合の方いけますでしょうかよろしくお願いいたします。はい、ユーベガです、もう3回目なんですけども2回負けてますんでちょっと3回目の相手がオトチュンとかちょっと厳しいんですけど、とりあえず頑張ります。ユーベガさんマイクは意外とね。はい、再び音ちゃんです。ユーベガとはね、こう大阪の長瀬 UFO 時代からのねライバルとしてずっとやってきて、東京と大阪で離れた今でも2人はライバル関係にあると思います。まあみんなにこう、ね、でもね、あの人間的にもこう仲がいいんで、やっぱ緊張せずにこういい試合を見せて皆さんにお届けできたらなと思います。よろしくお願いします。いい感じにね。オトチュンさんらしさの出るコメントでしたね。はい、さあでは見ていきましょう。どういう流れにしていくのかっていうところですね。まあでも序盤仕掛けなんないですよね。ペガさんとしてはね。ゲージをやはり貯めたいですね。うん、防御に使うための。うんゲージを貯めたりとか、そのうかつに打つと本当に逆にチュンリーの飛びがかかって。はい一気に持ってかれちゃうんでさあどうしのぐかという感じになるでしょう。さあ1回目さあ飛んでいく落とし3も仕掛けますね。さあこの飛びやはり落としにくい。さあ画面端一気に画面端ゲージも溜まったのはチュンリーうまく逃げた今ちょっと逃げましたね、はいなんとかゲージを貯めつつしかしうまいぞ投げ返した投げ返しユーベガさん投げ返しうまいが転送から投げる投げが減る今のはもう投げ返されても OK というところでしょうね。投げのリターンが大きすぎる場面ですね。大きすぎる場面でした。チュンリーがゲージ溜まったんだね、はい、ああいうところでしっかりオトチュンさん投げを選択できるっていうのはやはり心が強いですよね、うんはい、かなり投げ返し多いですよね、はい、さあ追い詰められた映画オトチュンさんはさあ飛んで脱出投げ返す素晴らしい選手打ってきますね打ってきますね投げる今から投げ返しもうまいですかね。うまい、はい、さあ歩きに対してコパンわーいいところ飛んだしっかり見ていた溜まっていたよく今のは出しましたね。さすがやっぱ中日戦慣れてるあの覚えてますねあの距離で出せるかっていう、うん、今のはちょっと奥田さん覚えてますね、うん、あとでちょっとさあ伊藤さんねゲージを溜めてのらりくらりやっていっ若干ミスもありますが、はい、全然届くんですよ、はい、さあ4位いったかうますぎる追い込んでそれは知っていた出していくか安いどうだ投げ返せるか投げ返した投げ返したしかも前あ、ミスだぞさあエビラがリードしかしここからでも十分ある
いやしかしもう2時があるのでチュンリーはちょっと迂闊にいけない。ダイキング2発まで行っちゃいますからね、はい、飛んで後ろから下段、下段を選択。これはガード、まだかぶさる、飛ぶ上からくぶすか、飛んで落としてめくり、めくりに行く。いやさすがチュンリー戦ね、やってますね、やってますね。もうテンション散々出されたんで判断力いいですね、はい。いやー優雅さん、ちょっとこれすごいな。やっぱなんかここ2、3年なんか危機迫る勢いでやってますからね。やってますね、中2戦は、はい、さあこれは知っていた。やばすぎるな、これ下段、下段くぐってしっかり落とす、待っている上、これは落としにくい飛びですね、チュンリーが。さあ、しっかり中盤にして、相手 OK。投げ返されて、おっと、今のは、これはちょっと運悪いやつ、おっと、今度ミスから、あ、ちょっと後ろ行っちゃったが、踏みつけがにちょっと削ったっぽい。さあ、今のちょっと画面端の投げ、ちょっと、スト2の闇感が出ましたが。そうですね、基本的には、何分だっけ、13から16、はい、あの起き上がりで投げる時があるんですけど、はい、何分の1なのかって言ってゼロになるとか、あの即ね出ることがあるんですよね、はい、投げる敵のフレームすらランダムっていう、まあ、昔のゲームらしい昔のゲームらしいランダム要素なんですが、はい、出ましたね。さあ、そして今ダブル2でくぐりましたけど、くぐりました、うますぎる、怖いですね、普通は結構サイコでくぐるっていうのはよくあるんですけど、ダブル2でくぐりましたね。開幕飛び、これはちゃんとダウンにするのが偉いですよね、はい、さあ追い込まれてはいるが、うまいバックジャンプ、これで、ね、はい、唯一落ちるんで、さあしかもこのめくりデビルバーユーズラさん代名詞、うまい、よく反応した、追い詰めて踏みつけ相打ちになる、これは美味しい、よく分かってる、どんどん前に行く、これは出されたのですぐナイトメア、これで日本選手すげえな、よく勝ってるな、かなり上からかぶさってきたりっていうのを全部、うん、まあ、リスクも背負って落としにいっていると、やっぱあのしかもあの落としづらいといったのチュンリを飛んでくるやつを、はい、あれ唯一バックジャンプが結構落ちるんですよ ね、 そうですね、あれを選択できると反応も早い、うん、かなり必要ですからね、あれは、はい、踏んで逃げて、さあ早い、画面端の脱出が早い、割とジャンプで良かったんですかね、はい、いい判断です。うまい、上り蹴りで落として決めていく、うまい、この垂直キックが落としづらい、今の前しかし削って、さあ分からんぞ、分からん分からん、さあ反応、ゆうべのキックさあこれは待っていた、ここは冷静ですね、はい、さすが落としのさん、あわよくば気候圏のね、そうですね、からもう一発狙う決めようというところでした。これは投げて画面端下中パンチで止める、そういうのもあるのか、だから前ありと止めるタイミングないですよね、はい、そこは長年の人にもあると思うんですけど、さあ今度は下中パンチに対して止めつつうまく逃げる、逃げた、させない、暴れさせない、止めている、しかしこれは一気に画面端に持っていかれる、投げ返す、死なない、溜めていた、今のカラキャンテーションじゃないですか、しっかりと言いました、うまい、今のはうまく音健さんがしのぎ切って、うん、さばききったと、ちゃんとしかもナイトメイン読めてましたね、はい、さあ、オトチンさん、間に合いましたかね、間に合いましたね、間に合いましたかね、エンジンがかかってきたと、いや、これさすがにやっぱユーミさん、ここに3年の中入戦に張り込みが見えてますね、やっぱすごいですね、ほんとすごいな、一気に持ってくっていうよりも、やはりじわじわやっていくっていうね、はい、うん、今のベガのジャンプタッキー減るんですよね、減りますね、あの減りみたいですねって感じです、ベガのジャンプタッキーが減るんですよ、さあ、上、落としづらいタイミングで飛んでいく、おっと、どうした、チューチュー繋がって危ない、危なかった、ピオリも見えた、飛ぶ、飛んでいる、投げてピオル、マジか今の、おー、ミスった、さあこれは痛い、これは痛い、これは痛いぞ、ほぼ勝ち確、ほぼ勝ち確でしたね、これは痛い、さあ飛んでいく、元チュンさんなんかこういうところでめげないですからね、さあメンタルが強いんで、さあ今度は理想的な試合運び、飛んで投げ返す気にはないが、分からんぞこれ、バックジャンプから中足、まあ、今まで投げれちゃうっていうのがもうあれですね、はい、ベタチューの典型的な典型的な投げですよね、さあ上から行く、ドイキックで落とす、研究している、
投げて、やはりこの円柱から強い、くぐって、うん、くぐってきた、今度はミスらない、中足にしました、はい、さあ、いつものベガチュンリーになってきました。ちょっと今の多分中盤からの歩きはさすがにその中足大きいのは負けると思うんですけど、ちょっとこれ読んでましたね、チューチューっていう動きもやはり横を止めやすいので前には歩けるんですよね。で、前に歩くとさっきみたいにジャンプもくぐれるっていう、くぐれるってことなので、はい、さあ、割といいのは読み勝ちつつね、はい、チューリーの最も有効な勝ちパターンに持っていきましたというところです。さあ、待っている、うまい、あ、うまい、投げ返しが冴えるぞ、ゆうべさん、投げ返しがうまい、さあ、どこまでやるか、ゆうべがほど来たぞ、そっちがテンション出すまでやるという感じの投げ。さあ、待ちモードに入った、対応していけるのか、どうだ、うまい、さあ裏に出す、さあなかなか上がらない、残り30、さあうまく音中さんも今のはジャンプしたしましたね。さあ今度ゲージが優雅さんに止まりますよ、うまい反応、さあなるほど、どうだ、投げる、受け身がない、痛い、投げ返す、あテンションバックジャンプしちゃったの今ちょっとミスじゃないかな、はい、垂直したかったのかもしれないですね、投げる、中足投げて、あーって感じですね、今ちょっとバックジャンプが痛い、はい、音中さんも時間をしっかり見ていた、うん、バックジャンプしなかったら勝ってましたね、はい、飛んでいく、投げる、デビルリバースから背中蹴りも対応、これ素晴らしいですね、はい、これなんですよ、多分透かせるんですね、透明重ねは透かせます、テンション先生、さあ体力リードしたが投げるから中足を止めてるんですよね、はい、100列混ぜることによってなので歩けると、おお、しかしドンピシャ、あっと、デビルリバースが高い、おぉ、食らいついんです、うわな、投げるか、投げるか、マジか、結構左右の入り替えも激しく行われていたんですけども、それでも戦列が維持されていた、いや今の食らい戦列か、よくやったな今、いやうまくしのぎましたね、今、はい、中盤だったってことはもともと投げを選択してたんですね、うん、そうですね、多分ね、もうこれだけ左右入れ替えればもう戦列ないだろうっていうところでもまだ、めくりに対してはね戦列出せる方法あるんですけど、はい、それでいやよく出したな今な、ちょっとでもあれですね、今相当かけてましたよ、あれ小腸、はい、とかって刻んだ日にはもうチーム死亡確定なので、はい、あれはちょっともうかなりあの確信があったというかね、はい、かなりかけたっていう感じの暗い戦列ですね、で最後は百列とかね今まで匂したんで投げる、まっすぐ投げるという最後は投げるとこでしたけども、はい、いやーちょっとすごかったですね、さすが、ね、ゆるがさんのこのねここ数年のチュンリー戦の聞き詰まりやり込み、お客さん立てて上手に見れましたし、音順さんもね、はい、あのよく持ちこたえましたね、音順、はい、さんもエンジンかかったんじゃないですかね、かか今ので、うん、今のでかかったと言ってもおかしくないぐらいですね、そうですね、もうあのこの1個前の5号戦も 3-0 で、はいはい、やってるんで、いやこれはここからの音中さんの試合楽しみですね、うん、逆に今ゆうべさんも 0-3 と今なってしまいましたが、いや内容がでもすごいいいんで、はい、明治愛ゆうべさんもちょっと内容がすごすぎる、はい、内容がちょっとすごすぎるんでちょっとねもう優勝奇跡かもしれないですけど、はい、これはちょっとぜひねこれからもいい試合してほしいですね、ダークホースとして、ね、やっていきたいというところがあります、うん、内容はもうすごすぎました、はいはい、さあでは次の試合に行きましょうか、3試合目、うん、3試合目はフジモン対オゴーということになっております。さあ来ましたよ、フジモンといえば DJ、 DJ ですよ、最新 DJ ですね、はいはい、若いし反応もいいし攻略もかなり詰めてると、うん、攻略はうまいですよ、はい、非常にそこをダメージ取れるかっていうね攻略してきますからね、そこで大郷さん、うん、どっちを使うのか、まあ、多分ガイルだと思うんですけど、はい、どうですかね、ガイルになると、小高と、ね、同じ組み合わせになっちゃいますけど、サガットはさすがに、あ、でもね、この間確か5-4の時に4代目と当たったんですよね、はい、あ、フジモンさんが、そう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 、はい、それでね、まあ、これちょっとフジモンに面と向かっていうのは失礼ですけど、はい、そんなに多分サガットにやってないような動きだったんですよね、まあ、うん、で、まあ、といっても結局キャラで勝っちゃったんですよ、はい、なのでそこをどう見るかですね、矢田さんその試合見たらちょっと分かんないですけど、はい、うん、まずキャラ選択からちょっと楽しみにしていきたいですね、 DJ サガットだとあのもう何もかんでも DJ のしゃがみ中キックとかしゃがみ大キックが引っかかっちゃって、はい、もうサガット動けない時間が長いですと、ガイデンならかなりこれだ小高と見たように5分近く戦えるので、うん、まあ、ガイデンするんじゃないかなと思います、はい、さあでは試合の方見ていきましょう、よろしくお願いいたします、
ちょっと今のところ2回とも黒星なんで、ちょっと3回目はちょっと勝ちたいなと思います。あの八重さんとは全然多分対戦したことなくて、お互いほぼほぼノーデータなんで、まあ、いい試合できるように頑張りたいと思います。相手のフジモン君はなんか20代20代20代まだ若い者にはね負けられないっていうね、まあ、おっさんの美学があるんで一緒に頑張ります。そう、あまり対決したことないんですね。そして王さんは 2P ですね。それよく選びましたねでかいですよ。さあ、王さん自体も、D ね、漫画であるとおり DJ も使えますので、はい、さあどうなってるでしょうか。横浜という地はやはりガエル DJ、あのかなりこだわりがあるこっちなんで、相手にしててももちろん、おサガット出しましたよ。サガットですね。サガット出しましたね。1試合目はまずサガット。さあお、ちょい下がりはちょっと熱いですね、うん、それはジャックしました。下そばとで抜けられない、上、今のはうますぎる。スライディングの出際に引っかかる、そばせでした。嘘、さあ玉内、今そばったな。玉内だけでこれだけダメージは稼いだが、こっからが DJ のターン。そう、画面端は超スライ。でも何でも全て引っかかっちゃうんで、この距離で振っている技、サガットがあんまり、うまい、待っている、サガット動けないですよね。さあしかしこれは、これは出ない距離、出してしまったと言っていいでしょう。しっかり反応、反応しました。あのしゃがみチョキックね、アパカタになったりするんですよね、はい、手を出さない、動けない。しかしその間を縫ってタイが打っていく、そう、よく打ったって感じなんですけど、はい、もうあの中攻撃連打に対してね、いい行動がないんですよね。よく今藤本も端返しましたね。すごいですね、シャラマヤキックの。さあこれやはりスライディングが辛い。スライディングがマジきついです。これは様子見、下そあのソバットも下タイガーを抜けながら相手に当てられるという、うん、相打ち以上でね、はい、そのサガット側が一方的にダウンするんで、はい、ちょっと最近っぽい技ですよね、うん、あれ。さあこれやはり、いやこれ本当きついんだよ、あの距離での相打ちでいい、相打ちでいいのがきつい、とにかくダメージが取られるこの距離。さあ振る技がない、いやどうだ、全て相打ちで止められる。うおー、ねじ込んだな。下タイガーの暗い判定の大きさがやはり響いている。そうなんですよね、 DJ が飛ぶ人ないんですよね、はい、さあこれ2試合目どう、何を選んでくるのか。さあ変えた音が聞こえました。ガイドになりましたね、ガイドになりました。さあかつて芸術品と言われたこのサマー待ちをしている OGJ の大ガイドの DJ 戦。正直ね、ウコさんいたんで、はい、横浜のガイド DJ はねみんな上手だったと思いますからね。こうやればいいんだっていう日本がやはりあった、サシシの小高もですね、やっぱめくりはガード、うん、おっと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 さあ追い込んだ。 DJ の画面端はこれはどうですか。いや画面端自体に行くとそこまで届くないですね、やっぱり下がれるスペースがあるっていうのが大きい。ガイル側に下がれるスペースがあるってことないですね。さあスパットで下がって時間をたっぷり、うそうですね、もうこうなると時間があるので、下がる、うまっ、さあ仕返して食らわせて確認。さあどうだ、これは DJ が言うリードしてるっぽ、でも足りない、あーどうだ、今最後足りないと判断しましたかね、はい、一度と足りてなかったので最後打つにかけて飛んだと。しかしずらして打っていた藤本。さあこのスライディングの余地、ガイル戦はやっているだろう藤本。そうですね、しかしまあ小高に負けているのでちょっと乗り返したいですね。乗り返したい。さあちょっと今のところ投げに行った DJ ペースだぞ。さあ投げ返せ、投げ返して投げたんですね、はい、こっからどう取り返すんだガイル。さあ、まあ、まあ時間は全然十分なんで、はい、さあ今ソニガイルソニック1回出なかっただけで辛い、ちょっと痛いですね、これがスト2。これは大キックがうまい。さあもう無理しないぞ藤本。藤本も後出して打ってるだけでこれでいいですね、ガードでもいい、ガードいいですからね、はい、投げられる、まだあるか。さあこれは投げにいったが、どうでしたか今、投げたのか、はい、何したか、何か立ち技が見えた、うん、投げましたかね、はい、タッチシューパーが見えてましたね。あのソバットも無敵時間が長いんで、うん、サマー打っても相打ちになったりする、あサマーだったら多分後出しになって
戻しましたね、3試合目。マジか。あの内容を見て判断したが、サガットの方がいけそうという。ったか、ね、うん、最近ちょっと DJ 戦やってなかった可能性も結構大ですからね、はい、小郷さんが。さあめくりに行って、ながら食らわせて投げる。今運の悪い。あー、しゃがんがかかった。透かしたんですが、しゃがみ攻撃はジャック当たんないんですけど、はい、ちょっと引っかかっちゃうんですよね。立って引っかかっちゃいました。さあ画面端はつらい。先ほどのような展開、技が振りづらい、球持ちづらい。前に行ったが、ここで飛んでくる。いや、今のね、しゃがみ大パンチを透かすってところが合ってたんですけど、はい、ちょっとズームが当たっちゃいましたね。さあ、相打ちを取る。打っていく。打っていく、この距離。やはり球で押すしかない。辛いが押すしかない。相打ちうまいな。はい、打っていく、強体が打っていく。弱、中、弱。さあ、いろいろ使い分ける。内巻きは相当うまいですよ、はい。内巻きは相当うまいです。さあ、抜けたがタイミングちょっとずれていた。これは打ち切り。体力は負けているが、藤本。うまい。これは抜けるが遠い。しっかり削って。いやー、やってきましたね。かなり今、球でやはり押していった感ありますね。球はね、あのタイミング以外は全部ダメっていう。はい、玉でした。きついですね。だいたい上がっちゃいますから。さあ垂直で抜けてもスライディングが追いかけてくる。すかし投げて、これは強気にジャック出していく。さあ辛い距離、目の前に DJ がいるだけで辛い。何もしたくても辛いですよね。溜め、はい、があるってだけで辛い。さあ差し返しに行った。うわ、下がってよく縫い込んだ今。マジか。間に合う。中盤から、さああと一撃。さあ中盤、中盤、うまい、差し返して、あ、しかしここは中盤が置いてある。中盤中したか今。かなり見せましたね。そう、やっぱり内容はね、良かったっていうかね、はい、本当に連打に対してあそこしかないっていう球をね、ねじ込んで非常に良かったんですけど、差し返しとあと下がりタイガーっていうのもいろいろ見せていきましたね。最後ちょっと下がりタイガーちょっと匂ったんですかね、はい、中パンチのタイミングを少しずらして、下がりタイガーに、当てられるように、そう、当てられるようなタイミングにちょっと変えましたね、最後ね。さあ藤本もよく見てましたと。見てましたね、うん、まあ、お坊さんがサガット2回使ったということで、はい。さあということで藤本的には、初勝利という感じになりましたね、はい。いやー、しかしね、よくあそこまで食いつきましたね。いや、もっと辛いんですよ、ね、本当は。本当はあんなに球が画面に出ない。画面に出ないんですよね。画面に出る前にここら辺でなんかペチって止められて終わるんですけど。終わるんですけどね。はい、まあ、よくと、まあ、食いつきましたというところでしょうか。さあ、ということで、今3試合終わったところですかね。はい。はい、ということで、ちょっとですね、ここで EOD で次回の、宣伝等が入りますと、はい、8月24日木曜日ビッグマッチ3ということで、はい、川又 VS4 代目これです、ね、プロ VS 黒人、はい、ガチ君 VS ベレロンということで、2、3、5というこのビッグマッチ、予定しております。実況を抜き下げるというところで、ちょっとね、4代目 VS 川又についてちょっと私前回はしゃぎすぎちゃったんで、我々としてはね、ちょっと前回はしゃぎすぎちゃいましたけど、はい、おそらくね、そのサガット戦一番好きな川又君がサガット戦やるというところでね、はい、師匠の面目役所というところを、ね、ぜひ出してくれるかなと。4代目はやはり、うん、今まであまりそんなに知られていないというところで、うん、ここでやはり日の目を見てもらいたい。若い上にまた大郷さんとねちょっと違った攻略をしているので、はい、非常にねその辺も注目していただきたいというところでございます。黒人さん対フロさんはね、まあまあまあ我々がまあ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 、まあまあ、動画生としてね、そうですね、非常に楽しみです、ね、これサードの動画結構見ますから、はい、まあ、ただそのあれですよね、割とフロさんってちょい新しめぐらいですよね、黒人さんとか比べれば、世代的に、うん、そうですね、世代的にね、多分そういうぐらいのあれとプラス、まあ、ガチ君対ベレノンということで、はい、まあ、こちらもストファイブもね、うん、ガチ君結婚も発表してね、今乗ってますもんねそういうところもやっぱあるんですね、はい、ありますよ、地方から上京してきたんですよね。あ、はい、でちょっとゲーム打ち込みますということで上京してきて、
彼女さんも一緒に来て、それはすごい、うん、で結婚しましたと。なんか今乗ってるプレイなので美しい話じゃないですか、うん、これはなんていうかこう倒しがいもありそうな感じなんですね。ね、倒しがいもありますこれは。割とスト2ではね、子持ち対独身みたいなのありますからね。そういう初対じみた感じが出てきます。そういう対決もありますから、はい、あれですけど、ガチ君、ガチ君ガチ君若いんですけど、非常に久しぶりにベロネンって言いましたね。ベロネンでございます。大変失礼いたしました。はい、ね、今年度非常に注目プレイヤーということで、はい、期待してくださいというところでございます。はい、続きましてですね、8月27日、日曜日スト5オンライントーナメント、ございます。はい、参加者募集中ということで、優勝商品はマットキャットのアケコン、はい、T2、サンプル試用品ではございますが、アケコンをプレゼントさせていただきますということで、ぜひ皆さんご参加の方、はい、よろしくお願いいたします。またその他ですね、UDL格ゲー番組に関しましては、現在運営コメント出ています、UDL格ゲーチャンネル番組スケジュールをご覧ください。こちらの方か。上か。上に出ます。ということで、はい、よろしくお願いいたします。はい、さあ、ということで、第4試合。そうですね、見ていきましょうか。第4試合でね、本日、第4カードの途中から、会員限定放送となりますので、うん、先ほども紹介した今月は4代目対川又もあるということで、うん、これ X 勢としてはぜひ見ていただきたいということで、はい、ということで課金取得入会取得というところがありますから、うん、ぜひ入会して番組を最後までお楽しみください。はい、よろしくお願いいたします。はい、この4試合目にね、はい、サッシコタコ持ってくるというのがね、憎いですね。なかなか憎いなかなか憎い、はい、組み合わせでございますけども、来ましたね。さあ、サシシ、この映像なんか本当にサシっぽくないですね。なんかちょっとね、最近行われた世界陸上のあのボルト的なコースですよね。撮ってますけどね。はいはい、さあ、そして小高。しっかりプレイ以外はネタキャラとかしてしまういる小高ですけど。有名人ですからね。有名人ですからね。うん、いろんなゲーム、X 全然やってない方にもすごい知られてますからね。そうですよ。そう、私だってもうウルフォープレイヤーに秋葉原で、はい、小高商店さんってどちらですかって聞かれましたからね、本当。これで見て、はい、あれ、見た目結構普通なんですね、そうとか言われて、見た目普通とか言われてますから、もう本当ね、有名人です、今、小高商店。アクションを求められたことありますから、サード勢かなんかの人に、あれ、小高さんですかって、あ、お願いします。だ本人はなんかね、その扱いにちょっとお怒りでしたけどね。怒りですか。なんかね、ファンですって女性にこの間言われたらしくて。あ、いいことじゃないですか。いいことですよね、本当。何なんだよって言いましたね。よく分からない。沸点が分からない。よく分からないけどですね。あったらサインも欲しいって。あったらサイン欲しいって言いますけど、はい、まあ、実際会えば多分了承していただけると思うんです。サインは、うん、確かにそうですね。ただなんかその逆にみたいな、なんかよく分かんない言葉で返ってくると思うんですけど、多分ちょっとね、その辺をまあぜひご承知おきのほどお願いいたしますと。まあ、ただプレーはすごいと。プレーはすごいですね。まあ、これからね、はい、まあ、ガイル流、ガイル流シコタカと、はい、もう最高峰のね流が見せてもらえると思いますので、はい、ぜひ試合の方よろしくお願いいたします。いつもやってる相手なんで頑張ります。逆に緊張感ない方がいいんですか、ね。緊張感ないと思いますよ。うん、まあ、1ヶ月前ちょっとなんかやったんですけど、まあ、その延長戦ということでエキストラウンド。お願いします。まあ、仲良しですからね。さあ、握手を求める。一応握手してますけど、なんかもう、おざなりでしたね。サシさんは特に 1P、2P っていうのはないんですか？あ、じゃないですね。ほぼほぼないです。コタカもないかな。そうですね。うん、結構ね、ガイル使い、タメキャラでも 1P、2P ってある。あります、はい。無敵さんとか明らかに出てないですね。無敵さんは 2P ってね、ありますから。さあ、キャラ性能はほぼ五分。一見ガイルにちょっと近づくのに苦労する竜ですが、一回竜ペースになればね、もうずっと竜ペースがついてしまうといったような組み合わせになり、切り替え手段も竜の方がやはり多い。うん、結果ほぼ五分と言われているこの組み合わせ。はい、開幕は重要。うん、さあ、得意の見てから。おっと、タッチパンチ、何回しのになったんでしょうが。そう、小高さんにしては、結構早めに飛びを見せに行きましたね。飛びも早めに見せてきました。
ガード。さあスタブガード。追い込んではいる。今のはソニックをちょっとずらしたことによって、はい、見てから竜巻をずらしたと。うわー、中足を投げる。クライだけ生き残ったが。しかし昇竜。ちょっと今のラウンドだけでもサシスさんの異常なガイル攻略っていうのが、ね、何点か今こう喋れないぐらい今見れたんですけど。しゃがみ、お、まあ、よくぞ様出した。しゃがみ大キックのド先端が、はい、サムに当たらないんですよ、はい。なので割と安全に大キックを。大キックから波動といけるんですけど、はい、それをさらに逆踏みしてさらに投げ歩いてプレッシャーをかけることですね、はい、それによって第5戦に当たったというと、しかし、まあ、大キックがつながりましたからね。さあ早速追い込んでいる。結構シンク早めに使いましたけどね、もう追い込むために使ったみたいな感じですね。サッシュは画面端重射ですね、はい、当たらない。今のはサシシ読みですね。サシシ読み、サシシはですね、結構どんなタイミングでもしゃがみ台キック空振ると2段目で勝利合わせてくるんですよ。ちょっと怖いですね、うん、でかなりその精度がいいんですけど、じゃあ今モーションが同じショーキックを出したと、モーションでショーキックを使ったことによって、はい、今2段目を出させ、2段目意識させてね、勝利実際出ましたからね。ちょっと怖いですねそれ、うん、相手の目が良すぎる。逆によく今出ましたね、サシシ逆に今すごいですよ。逆によく今サシシよく出たっていう感じですね。さあこれリバースはガードしてアッパーで対空。さあリバースはね、結構ね、はい、弱勝利に相打ち以上取りやすいんですよね。ダメージも取れるから、はい、結構いいですね。割と悪くないですね。さあ見てから、見てから、さあちょっと高かったですかね。どうだ、追い込んではいる。あー真空汚いか、しっかりアントニーから。この下段、下段大人の下段ですよ。今の中足ね、もうちょっと真空が早かったら、はい、あの一発当ててガードとか、中足も結構そういうことあるんですか。悪くて相打ち、まあ、相打ちだと今ガイルが悪いんだけど、はい、一発だけで済む時もあるんですか。そうそうそう、あるんですよね。だそれを今狙ったと思うんですけど、合わせてきましたね。合わせてきましたね。あ、つまきさ、まあ、動いたのを見て今打った感じ。中腰も使っていく。中腰もね、一回下がったんで大足の匂わせというようになってます。さあ画面味、今のスロット結構強気にいましたよ。割と今日はどうだ、リバスピが多めですか。多めですね、うん。コタカも割と日によってね、ちょっと重視するポイントがあったりしますからね。さあしかし中央に戻ってきて体力も十分、あとは真空。どうだ、昇竜から、これはでもダブルサマーがあるのでアントミにはいけない。さあしっかり今の読み合い、うん、今のは悪くなかったですね、ポイントとしては、はい、もうダブルサマーもあるし残り体力というところで、はい、とんでも割と悪くかない飛びでした、落ちたのは。おー、マジで今の昇竜で落とせる。よくやったね。ちょっと歩きましたよね。歩きましたね、はい。さあ追い込んだ、追い込んで裏剣、ね、これは食らってもいい感じだった。勝利待ってるぞ、これは早くて本当にミス。ちょっと今日は小高前ジャンプ少し多めに、多めですね。食らい投げ、受け身がない、下がる。おっと怖い、今のは見てから真空のところでしたが、どうだ、珍しく仕込んでなかったですかね。おーっと昇竜出していく、そこで昇竜、しかも今ソワットの絡みに打ち回しですからね、はい、恐ろしいですね。昇竜はちょっとどこだ、まあ、ちょっとスパットスパットで来るっていう読みがやはり、うん、あ、読みだったらね、分かんなかったそれ。波動拳打ってくる。でもこの小高さん結構強気に飛ぶんですけど、うん、それも見越してちゃんと待ってるのがすごいですね。ちょっとその辺のその読み、これですよね、なんかね、うん、昇竜待ち具合どんぐらい入れるかっていうのは多分そのこの彼らのね、もう数万試合やってるこの2人、なんか勝利変なってきましたけど、数万試合やってる2人の中でもそのなんかね、今の慣れがあるんだろう、あるかな、あるんでしょうね。多分その場で言えないですよね、もはや。ソニック見てから真空、ちょっと高いが勝利出してく。ちょっとやはりこう、さっきも小高さんがエクストララウンドっていうことをおっしゃってたんですけど、うん、そうそういうことなんでしょうね。別にもう今日に限ったことではなくて、うん、これからも続いていくっていう、これからも続くから、これも読み合い一つですよね。そうなんですね。今ちょっとサッシ高かったんですけど、先飛びが全然高かったですよね。あれね、小坂ね、ちょっとね、そこ苦手なんですよね。さあ色を変えてきた、あいつの詐欺飛び失敗ダブルが苦手なんですよ、あいつ詐欺飛び失敗確認ダブルが結構不器用なところもね、ありますから、小坂、ね、そこが、まあ、愛されポイント、その見極めができるようになるときついとこなんですよね、サッシ側も。さあしかし今後は打っている、色的には負けられない。これは2代目ムテガエルの色。あーっとリバースピン3回やってたやつ、リバースピンを失敗しました、しかも。さあこの今の台足、今の台足は多分今日小高割と珍しいんですけど、はい、中足2回出してるんですよね。
空振った時にチューチュー、うん、あれ実際多くのうわっ投げに行ったところ反応じゃないらしい結構うまい理由使いだけど、はい、中足1回絡むってのを見て歩くんですよ。あだから2回出すと非常に有効なんですけど、今みたいにね、中足1回絡むってパイヤみたいなところなんですけど、さあ、相手出した大竜巻。今日はね、さっきその2回目狙ってダイレクトが出した。あもう遅い遅い遅い。出してはいけないところで。いや、これはちょっと小高まずいパターンだ。飛んで避けるが、歩いてくる。うわー、1回目。見てかなこれは圧力がすごくないですかこれ。圧力がありましたね。何も触れないですよ、あんなにされたら。さあ今度は 3-0。 サシヒさんが持ってきましたね。持っていきましたね。いや、いやこいつは非常に失礼なんですけど、はい、ちょっと小宝らしいやられ方でしたね。やられる時もやっぱりだいぶ良さがある。やられた時はこれちょっとこれ、ね、横浜勢にはおなじみだと思うんですけど、いつものいつもの小宝みたいな、まあ、小高ね、今年強い時は強い時間が続いてましたけど、まあ、野試合も見てる人は分かると思うんですけど、まあ、彼が弱いのか当然あって、こういう時もある。そう、こういう時が来るんですよ、やっぱ、うん。まあ、ポイントとして非常にそのしゃがみ台キックも有名ですね。しゃがみ小キック出したとか、はい、その辺で勝ったりとか、垂直ジャンプね、お機能してました、はい。で、横浜勢、やっぱ小高は結構垂直ジャンプ好きなんで、はい、結構小高ジャンプだって呼んでたんですけど横浜勢はね、あれに対応上手いんですよ。もういや散々見てきたし、人よりもあると。でやっぱ歩き勝利とか決まってたんですけど、まあ、言うて波動をうまく読んだりとか、うん、そういう場面もあって、そこら辺はゴムでしたと。そうですね、うん、でリバースピンが機能したんですけど、ちょっと最後はやりすぎた。ちょっと真空が合わさっちゃってねその辺の読み負けもしていましたし、はい、個人的にはダメ端のファイヤー、うん、波動拳を打ってフリーフレーム背負いながらもう一回ファイヤー波動を打つことで、うんうん、中足と相打ちになって向こうがダウンするっていう動きが結構あったんですけど、あれはあれなんですよ。あれはどういう読みになってるかっていうと、はい、一回ガードした後に、はい、サッシー側の竜が前歩き竜巻見てから竜巻ソニック見てから竜巻を仕込んだ前歩きが来て、はい、それを見た後に竜巻来なかったら中足とかソニックを打つんですね、はい、でそれに対してのそれに対していつファイヤーを打つかっていうと即ダイヤシャドルいくかっていう判断が竜眼に求められて、はい、でサシその時にねそんなに踏み込んでなかったんで、はい、多分それを見越してちょいこうおで竜眼もおソニック打ってないぞ判断ですぐ動いてたんですよ。お互い判断が早いってことなんですね。そうそう判断が早いプラスだそこまでの込みで読み合いしててそこはサシ勝ってましたね、かなり今回は、うん、でそこの読み合いはサシ勝ってて、だ最後も中足の置く回数とかその中足見てからになったし、で最後は本当にその読み合いのした結果、お竜巻来なかったぞ、しかも一瞬様子見して改めて打つソニックに対して今度2回目の仕込みで見てから竜巻打つというところで来たので、ちょっと普通ではない、うん、多少ちょっと一般かなりレベルは一般流が真似しづらいようなかなりレベルが高い読みだったんですけど、はい、そこはうまくやってましたね。そこはサッシが勝つってパターンが多かったですね。ちょっと怖いですね、うん、攻略具合が。逆にね遅めソニックでそのソニック来てないファイヤーに対してソニックが来て裏剣当たるとか、うん、そういったもちろん小高読み勝ってる場面もあったんですけど、全体的にサッシの読み勝ってる回数は多かったですね、はい、あとまあちょっとその高い時にダブルが出せず先取りに成功してる時にダブル打っちゃったっていうのがやっぱちょっと、うんうん、そこは結構ポイントになっちゃいましたね、はい、というような内容でございました、うん、非常にね濃い4試合目でした ね、さあ続いてでは5試合目参りましょう。5試合目はグンゼ対ユーベガとなっております。さあどうですか。これもやはり、まあ、ずっと永瀬ということで、うん、まあ、ゆうべがさんもともと大阪にいらっしゃったので、はい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 、これもやってたということですね、うん、と珍しく玉なし同士になりますか。そうですね、唯一ですかね。みんなね玉持ってますから、ね、うん、唯一になりますかね、うん、さあここは軍勢さんとしてはもう落とせないと。そうですね、うん、まあ、その楽な組み合わせではないんですけども、ですよね。でしかし、ゆうべがさんもちょっと負けが続いちゃってるので、はい、まあ、内容が本当によくいいんで、あんま負けてるって感じもしないんですけど、ぜひ、ね、取りたいというところですね。組み合わせ的にはですね、やっぱりベガが投げ前が一方的に負けちゃって、スクリューハメが、はい、成立してしまうので、
非常にベガ側としてはきついというところなんですけども、はい、リーチのそのものはベガの方が長いと。そうですね、ということなので、ミドルキック、タッチ台キック、中キック捕まえるのにはザンギ側が読みが必要ですという形になります、はい、簡単な読み合いで言うと、うん、タッチ台キック、中キックが来たところにダブラリが刺さるとダウンしてしまうし、うん、してしまって、それを待ってホバーで刺せれば、そうですね、なんですけどホバーでね、ハンドソン来てるんですよねで、P ラリ、K ラリの見分けがこのゲーム ほぼつかないので、はい、音もね、後ろ出して、うん、なので非常にそこの反応も求められると、はい、中間前の差し合いからどうはめにいくか、うん、どうダメージを取りにいくかというのが注目だと思います、はい、では試合の方を見ていきましょう。よろしくお願いいたします。はい、この対決、ユーベガさんとの対決、この対決を待っていました。そうなんですか、今ちょっと石を振るのよろしくお願いします。頑張ります何も考えてなかったですね、これは。もうちょっと負けれないんで、もうちょっと全敗なんで、そう、試合のことしか考えてなかったですね、これは、ゆうがさん頑張りますさあ、ちなみにね、私1週間前のね、3-4でね、あのゆうがさんと当たって、はい、私のチームメートの鈴木ザンギはね、負けちゃいましたからね、はい、非常にザンギ戦うまいですよ。うまいですね、非常にザンギ戦うまい、はい、対して、まあ、もちろんグンデさんもね、そのバイソン・ベガーあたりの負けられない組み合わせは非常にうまいとい、はい、言っていいでしょう。差し合いがやはり肝になってきて、上もベガーは落としづらい。上もね、そう、上もちょっときついのよね、うん、上もちょっときつくて、しゃがみ大パンチが対空になるんだけど、すかすジャンプ大キックには中足からの痛い組みだという感じになってます、はい。飛びはちょっとね、だから難しいですよ、ザンギ側も。飛ぶという選択肢は踏み込むと飛びが落としづらくなっちゃうんですね、バックジャンプ中パンとかが出せればベガ側もいいんですけど、さあしっかり反応した、反応してきます。さあ追い込んではいるが、ここ一旦逃げる。さあこの差し合いに行ったところに飛びを、差し合い飛びっていうのが悪くないです、これですね、うん、中キックに飛び、さあゲージは溜まった、これで1回は逃げれる。さあ慎重なユーベガ、もうコパンで相手でいいというところか、飛んでいくぞ。どうだ、超遠目をコパンでミドル外打ち、さあ落とせない。おー、これは待っていて、おちょっと休みか、安いぞ。そして読みは消えた、ダウンモデなんだよ、ガード。あーっとやってしまった、今のはスクリューに行く向きじゃなかったか。よくガードしましたね、むしろ、しましたね、むしろよくガードしたな。小細工とかを出さない、うん、唯一生き残る道ですね、はい、小細工は発生無敵が、うん、というか細工が発生無敵があるということで、いやでもあれね、投げ無敵になるのにちょっと時間かかるから、はい、ちゃんとやったらあれなんですよね。さあ追い込んだ、逃げるが落とされる、立ちスクリューは化けるが問題ない。ちょっと立ち台キック遅かったかな、でも画面端かかって、立ち台キックしてね、もう一回画面に行きたいするんですけど、はい、さあ追い込んで一気に画面端、下がれないと、そうですね、あの、むしろ距離調整がしづらい、画面端に行くっていうのはベガが下がるためのね、はい、スペースを手に入れるための下がりです。差し込んで、あー来たー、どうだー、投げ返した、暗い投げ、ひたすら暗い投げ、反応が早い、反応が早いぞ、反応が早い。さあ追い込んではいるが捕まると大変、引っ掛けて、あ、どうだ、投げる、素直に投げる、やっぱ先ほどの反省点を生かしていきましたね、はい。今のはナイトメアがあれば死んでしまうんですが、もちろんそこは2択、ガードさえしてしまえば投げかく、さっきのやっぱ台足がやっぱ響きましたね、聞いてますね、うん、台足来るんじゃないかみたいな、逆にうまくだから自分のものにしましたね、はい、あの読み合いを、素晴らしいさあ足元に当たる、めくりには当然いかないか、すかしスクリュー投げて、しっかり後ろ逃げるがゲージが溜まる、できらないと、さあちょっと遅かったか、さあ待つ、迂闊に攻められない、逃げる、差し合っていく、これねやっぱうまい、全部反応してますけど、ホバーを見ながらね対空見るとやっぱ難しいんですよ、はい、さあこれは投げて、しかしダメージ負けているゆうべが取り返しにいかなければいい、めくり、あーちょっと刻み、はい、これは今ちょっと2ターンを求めましたかね、どうだろう、ちょっと画面端も絡んでちょっと難しかったですね、よく言うと今は3発ガードしたまで作るようになったんですかね、はい、おそらくベガはジャンクの離陸もね早いんで、うん、ジャンプ入れっぱで逃げれることもある、そうそうそう、あるので、
さあしっかり体育。さあこのゲームはね、キャラによってジャンプするのフレームが違うんですよ、はい、なので、投げ無敵になるフレームをキャラによって違うっていうですね、ペガとダルシムはかなり速い、ガイルも速いですね、すぐ浮くと、だから竜対竜だったり剣は、うん、浮くまでの時間が長いと、あとザンギ、DJ、フンガーたりはちょっと遅いというふうなんですね、そう、ダイキック追い込まれている、ちょっと陣地作っていきたいですね、ここそうですね、しかしまあ時間はあるので全然あります、はい、時間はあるので、あーぐーっと抜けて結果オーライですか、文治さんも体力リードした後の安全な動きがうまい、うまいんですよね、いやしかし引っかかったぞ、うわ下段上に行った、下段を重ねに行く中段、そして中段、結局ね、これがあるからなんですよね、はい、これがあるから食らわないと、そう、早い反応、反応した、中段結局リードしたぞ、あそこから一気に持ってきましたね、飛んでくる、もう相打ちにもできないだろうという体力を見て飛んできた、あっぱれ体育、うおー、しかも飛んだ、なるほど、あと一発の時は結構飛んでいいんだな、はい、なるほど、立ち台キックはどうでしたかね、相打ちでしたかね、いや難しいところですね、さあしかし一本取り返して下がる、ダメ勝ちにいっちゃうのはベガとしてはあんまり美味しくはないですね、あのやっぱスクール跳ねがね、ありますからね、投げてちょっと中央、ちょっと優しい環境に優しいが画面に近いぞ、落としてこれはミスらなければ、これは行くでしょう、さあしっかりこの小細工の無敵、ちょっと早すぎましたかね、これ、うんうん、5番からだと、うわこれ捕まった、何のシャーメショーパンチがあの隙がなさすぎて、はい、ちょっと早いってことなんですね、あなるほど、うん、なのでジャッキックにした方が、あったんですね、ジャッキックにした方がタイミング的には合いやすい、はい、さあ回って上からいった、さあこの位置は嫌だが、早めジャンプ攻撃に対してしゃがみ、しゃがむ強パンチ、あれに対してはダイヤットとかが良くなっていたんですけど、さあよくぞジャンプ大キック、飛びに反応するんだよな井上さんな、さあ怪しいところは突っ込まない、ドイキックで、ドイキック、そういうのもある、飛んでいく、さあこの体力を見て体力を見て飛んでいく、で、ヨシンバ落とされてもゲージもあると削って、あとはもうナイトメアの削り圏内に行けばね完璧というとこでしょう、さあ怪しい、なすちょっと歩いた、どうする、読み合い、突っ込んでこない、下段、さあスカシスクリュー大キックからスカシスクリューだったが、スカシスクリュー、よくぞ暴れましたね今ね、ちょっと遠いって思ったんですか ね, ですかね、すぐ出しましたね、さあ軍勢さんもかなり自分の体力を使って追い詰めている、ガードが硬い、いやー反応が早い、はい、マジか、早い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 、さあかなり集中しているゆうべが、しかし軍勢さんも余計なミドルキック食らわないですね、全然食らわないので全然あるんですよね、はい、うん、この体力差になっても全然諦めないので、しかし諦めない価値がありますからね、はい、さあミドルキックから、あのミドルキックも怖いっちゃ怖い、怖いですよね、はい、しかしこれはダブラリの戻り、しかしあれだけホバーを見せられるとやはりどうしても ね反応しにくい、ダブラリが出しづらくなって、はい、今度はミドルを食らってしまうと、いやかなり面白い組み合わせではあるんですが、はい、よくぞ2人ともねこのギリギリのラインでやってますよね、ミドルキックが当たり出した、踏み込む、あ、いいオケだ、もうダメージが、ゆうださんこのダメージがちうまいですよね、はい、読み合いはね、さすがしスクリューはちょっと遠かった、足した今早い、見ているナイトメア、ミドルキックに対して前歩きダブラリー狙っていきたいんですけども、うん、その前歩きに対してこちらを前に歩いてミドルキック、画面端に追い込めるのは OK ぐらいの、ねはい、気持ちでもいいんですけど、さあ行った、さあ行った、これはミスらなければいけるぞ、まあ、ベガスはちょっと難しいが、さあね、さゲージはたまらないぞ、これはさっきミスったポイントをしっかり削る、削り削ったよく見ている、実はザンギとスクリューね、あのボタンを連打すると持続が増えるってって、はい、あれちゃんとやりましたね、なのでしっかり据えていると、無敵はあったけどその後吸ったと、判定が何回も行われる、いや早すぎたんだけど持続で釣った釣ったって、無敵はあの
なんていうの、さっきのは無敵じゃなくて早すぎた、おっと浮いた、浮いていたジャンプで食らって今度は取る。さあ今なんで2ヒットで空中に浮いたかっていうと、スト2は、食らったと、そうですね、起き上がりにジャンプ、ジャンプ移行フレームに食らうと、はい、なぜか2ヒットまた食らいますと、はい、その後空中くらいになるっていう特殊なやられをしてるんですよね。なのでジャンプ入れっぱで食らってて、ちょっとグンジさんの飛びが重なるのが遅かったのでっていうことですね。あとジャンプ入れっぱしながら投げ返しもできるので、メガがちょっと特殊な、はい、入れっぱから投げだと、わーピヨルー、これいかしっかりピヨラスミスらないですね。さあ最終戦、ここでようやくピヨリが見えてしまった。下段当ててくる、いかない、いかないですね、はい、さあ潜って蹴って一気に行く、行くぞ、しかしちょっとこれは遠いか、どうだ、歩いた、掴んだぞ、もうこれはいけるとこだ、持続、しっかり逃がさない、やってますね。さあ 2-2 から最終ラウンドになるか、さあ飛びが重なって、これは嫌な距離、下段、あそこで下段ガードしましたね、はい、上下がって、さ刺さってしまう、これは一度、さあここは欲張りに来た、受け身を取っている、画面端に行くってのはいいですね、はい、うん、さあ下段反応早い、下段重ねてきた、ここに来て重ね、中段ではない、あーちょっとこれいったアトミック、判断がいい、飛び、どうする、投げ返すね、まだ分からない、まだ分からない、おー、ホマル体育体育になった、刺さっていかない、うわー食らった、これは痛い、あー打ち、ゆうべが熱い、集中しすぎてゆうべがさんが終わりかどうか数えてなかった。いや最後ね、中キック大キックの2個目を食らっちゃったのが痛かったですね。でかいですね今のは、うん、あんまり立ち上げキック振ってこなかったんで、はい、やっぱダブルも刺さるからねだったんですけど、いや最後よく見てたな。でもうダメージ勝ちしたんで、まあ、中々振っていこうと、うん、でもう対空もね、はい、キックで OK というとこでした。非常にこう熱い、一つの玉なし対玉なしって結構ああいう感じで、そうそうそう、踏み込み踏み込み上からかぶせるっていう感じになるんで、ね、うん、そうやったら結構じゃんけんなんですよね、はい、その結構ゆうがさんがそんなにバックジャンプ中キック多用せずにそう、ね、って言ってたのはやっぱり画面端を警戒したんでしょうね、うん、で下がっちゃうっていうのは、うん、前に出るっていうところでなんとかスクリュー食らっても生き残るようにっていう試合構成をしてて、それに負けないようにね、グンデさんも序盤飛びがちょっと少なめでしたから ね、だったんですけど、画面端にもっと持っていくように、はい、飛びもね、ある程度混ぜつつ、はい、結構踏み込んでミドルやってくるっていうのが分かったんで、うん、そこにラブラリだけではなく飛びも混ぜて、はいはい、飛び混ぜるっていうね、はい、結構後半多かったということで、はい、まあその辺はどうしてもね、そのお互い正解いってないんで厳しいですね、うん、読み合いをどう制するかと、はい、いうとこでしたね。画面端やっぱりスクリーン持っていっちゃえばもう残業勝ちというとこだったんですけど、はい、いやそれにしてもね、最後までギリギリの夢になりましたね。熱かったですね、やはり名試合製造機いい試合でした ね、これもね。ということで、5試合目軍事さん対ユーズラさんお送りしましたが、続いて6試合目、はい、はい、フジモン対オトチュンとなっております。対ユーズラさんお送りしましたが、続いて6試合目、はい、はい、フジモン対オトチュンとなっております。こちらも、まあ、もともと中部にいて、うん、最近、まあ、関西に越して、関西で戦っているフジモンさんの DJ と、まあ、関西で根城としているオトチュンさん、うん、最近よくやってるという、どうなんですかね、最近よくやってらっしゃるんですかね、うん、DJ チュンリーはその長らく歴史的に、まあ、チュンリーがかなり有利と、はい、でも中足重ねが強いんですよね、返す技がない、そう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 、ジャックが、当たらず、ジャックは当たらない、ソバットをやってもガードになる、ガードできて反撃可能で、はい、マシンガンは当然潰されると、されるで、スパコンも下げ重ねになってガードできるというところで、非常にそこの読み合いがきついと、でそこからチューニーペースになっちゃうので、はい、というところだったんですけど、結構その後ね、あの伊藤 DJ しかり、なんかしかりで攻略がかなり進んだキャラと、攻略が進んでチュンリーにも受けるようになったみたいなね、はい、話を
聞いておりますが、音順さんでまたそれにさらに対抗し直しているという話を聞いてます。でやっぱりチュンリーユリアというような、ね、話を聞いているので、はい、さあその辺、ちょっと、ね、関東は DJ 使いが少ないこともあって、はい、あんまり見てないので、ね、ぜひここでその集大成を、ね、はい、見せていただきたいと思いますというところでしょうか。さあでは試合の方よろしくお願いいたします。どうぞ。まあ、4回戦目で、まあ、関西のボスオートチュンさんと、まあ、当たることになるんですけども、 DJ チュンリーは、まあ、結構 DJ きついカードって言われてるんですけど、もう今はそうじゃないってことを証明したいと思います。お願いします。なったんです、ね、また言ってますよね、はい、その今回ガイリュウの時も言ってました、 言ってましたもんね。それは DJ チュンリーが DJ つらいカードって誰が言ってるんですか。僕はもともとつらいと思ってたんで、まあ、でも、まあ、いい勝負ではあることは確かだと思うんで、じっくりね、2人ともちょっとやり込んでる部分もあるんで、じっくりチュンリー DJ とはこういうものを見せて、みんなにこうチュンリー DJ 使いを増やしていきましょう。頑張りましょう。チュンリー DJ をやったらチュンリー DJ が増えるんですかね。本当かな。難しいところですね。さあ、上から来るチュンリーをためがないと落としづらいという基本的なラインがあるんですね。遠距離だと確かダイパンでいけるのがダイパンちょっと笑顔遅いんだね、はい、うん、まあ、そしてやっぱり言うて戦術ありますから、はい、ゲージのため合いはどうしてもチュンリー有利になっちゃう。そうですね、うん、さあいうところでございます。そして地上戦は判定は DJ の方が強いですが、リーチはチュンリーの方が長いので追い込んだ。うまい、はい、よく差し返した。食らってるさ、スライディングにゲインが刺さって投げに来たところは刺せない。投げに来たところに大パン仕込み、大パン仕込み、かなり研究の成果が今見えましたね。やはりこれ研究 DJ チェンジ、何がおっと何が良くなってたかっていうと、多分鳥籠にした時のダメージを追い込んだ時の攻めがかなり研究されたんじゃないかなっていうのはあります。さあ食らして投げに行ったが中足食らって逃げる、バックジャンプで安定、飛びが鋭い。ダイパーこれがジャンプ大キックの当て方ですかね、はい、あれ DJ 結構踏みづらいですよね。チュンリー読んで追い込んだが、オトチュンここからまたゲージを溜めにいっている。差し返しはちょっと遅い。投げるかい。ゲージもあって、先ほど1ラウンド目ジャックで切られていたんですが、投げましたね。打ち合い、でも相打ちは狙いですね、はい、相打ちであれば結構美味しいというところでしたが、うわ、よく落とした。反応が早いぞ。さあゲージが溜まった、こうなるときつい。今回は下段を捨てて、はい、画面も押されてゲームが返しづらい。しかもおお、大パンアッタージュ、大パンがね、うわー、見てくださいんです。これはよく出しました。あとしゃがみ大パンチがジュニーの中足に勝てるので、はい、行きたくなるんですけど、やっぱ大表現でね、はい、ちょっと隙が大きいので、どうしてもね、ゲンが刺さったりとか難しいところですね。中足とゲンは、ジュニーの、DJ のスライディングが勝てるので、はい、その辺は割と気軽に触れて、DJ 側もスライディングをね、やっぱガードさせるように、はい、持っていきたいという。反応が早い、チュンリー様。マジか。さあ、今見たように、ゲンは、ジャックスカってしまうと。どうでしょうか。わーっと釣れたが、釣れたがちょっと早かったか。早かったですね、うん、今のはダイキックモーションで戦列を吸ってジャックで落とすという釣りでしたが、はい、前に出る、うまい、背中に落ちると判断して飛んでいる。投げない、一発だけ、今度は投げなかった。リードしてるぞ、時間を使う。ゲージもあるので飛びつかなかったが投げる。ちょっと今びっくりしたね、はい、チュンリーの後ろ下がりがやはり早いので、うん、リードした時の追いかけられないと。タム戦の維持機構圏で、はい、機構圏が最速で戦力出るじゃないですか、はい、あれでそれとガールサフェア、そうなんですね、ガールサフェアができるんで、あれは本当強いですよね。さあ空中投げ、一気に噛みらしい、これは辛い。どうも当たりませんでしたね、はい、お互い半分の塊。しかしこれ、藤本さん、うまい、飛ぶ、
藤本さん防御からの危険がすごい、うん、今の前歩きジャンプはちょっと準備をしてないとできないですね、はい、ジャンプ反撃の当て方が本当にうまいですよね。あれ踏まないで、うまい、ちゃんと踏み込んでから中パンチが当たる、うん、投げて、投げる、いやー、あまり潰し厳しい、これでもうこのダメージ上、早い反応、めくりは当たる、しかし、今後ミスフォローも早い、どうだ飛ぶ飛ぶぐいぐい行きますね、ぐいぐい行きましたね、今ね、オトチュンさんも強気の気候なんですが、知ってるよという、飛ぶかねみたいな、はい、やっぱ顔してますからね。いや今の驚きだな、まあ多分あれガードされてもそのまま投げるつもりの多分飛びですよね、ちょっと早出しでしたね、はい、さあ強気、スカシを見て投げる、しかしジャックめくりは、さあ転生はダメ、もう一回振り目、転生が逆に出る、そうなんですね、これちょっと欲張ってめくりを振ろうとすると転生が引っかかるんですよ、なるほど、おっと下段が刺さる、おっと失敗か、しかしうわなんだそれ、割り切ったうわとめくりを失敗した早めに落ちて投げ返しのパンチを入れたんですが、左右が入れ替わって勝手に出た感じのやつら、さあ追い込まれた、これはちょっと厳しい、投げる強気、さあスライディングが吸われる、やばい、ピヨッチャーやべえだ、ピヨリッチも高いんですよねピヨッチャーやべえだってさ、ヤジが飛んでそうな感じですけど、さあ中キック、あの逆列ちょっと潰す手段ないんですかね、これは厳しそう、スナちゃん大ジャックとかどうなんですかね、そこまでやりたくはない、わかんないんですね、どうでしょうか、さあゲージも溜まった、早い、どうテンション打ってく、強気、これがオトチューン、さあ1ラウンド目見たような戦列ある、いやー引っかかんない、いやこれは厳しい、戦列のプレッシャー、どうだ、中足で刺すだけ、間合い管理がうまい、大キック、しかしまだ足りない、いやもうこれでいいですよね、はい、もうこれでいい、男さんこれでいい、さあ安全策、ちょっと前に出た、中足だけ、いやこれですよね、はい、踏み込む必要ない、こうして中キック、どうだろう、中キック、潜り中キックの対空も強いので前に出るのも結構有効、結構だから投げ前までは入んないんだけど、はい、ちょっと前に出るといいですね、下がるときに有効な戦術ですよね、しゃがみ台パンチも当たらないし、うん、そうですね、まあ、しゃがみ台パンチは食らってもいいんですけど、さあいい間合いを作っている、歩いてガード、さあどう崩すか、藤本飛ぶが引っかかる、気候圏が遅い、めくりどっちだ、結構そのこのあーと、おーっと割とね、藤本がこの気候圏を飛ばずに踏んで、はい、あの踏まずに飛んでったらよかったんですけど、下段からめくりが当たって今度はミスらない、チュンリーにもあのコンボ入るんですね、ジャックはいいですね、大体入るんですけど、うん、さあめくりはやはり見えない、さあ飛んで、これはテンションが出る、ちょっと後ろ行っちゃいましたかね、テンションは横の判定は狭いので、はい、判定的に安全がそれできるっていうタイミングがいっぱいあるんですけど、さあ投げる、当然投げる、発生が早いのでね、はい、発生が早いのでめくりに出すかというのは相当あります、発生的には安全かというのはありません、はい、さあリーチをかけたオトチュンだが、これはしっかり飛び待ってますね、さっきから割とオトチュンさんあれですね、早めに仕掛けてリード取って、はい、自分のペースにしようという感じですかね、どうだろうか、下がる、これはおお投げてガード前に来た、振り向き戦列も出る、ガードしない、うわずらしにずらし、これはめっきりが当たる、つながらないが十分、前に歩いてガードだったりいろいろありますね、うん、まあ、あそこの見比べない立ち回りが一番上手に考えてるんですよね、はい、なので前歩きしすぎて見比べないようによりはマシ、うん、さあ開幕、そこで読み方は、ね、いざという時に前歩き投げればできるというところでございましょう、はい、さあ音中さん気候の打ち方がうまい、うまいですね、なかなか飛べない、うん、これは結構序盤その踏まない飛びもね、はい、結構これを食らってましたけどね、ちょっと修正してずらしてきましたね、非常にうまい、あー強気強気、まあこれはまさか受け身取れない、これでかい、さあいい前にオトチュンさんがいる、おっと踏み込みに対してバックジャンプ逃げる、
踏み込んでくる。銀座の坂道パンチもね、あんな感じできますからね。はい、これで十分。投げない。投げないがどうだ？下段を殴る。あー、最後は下段。最後のは投げと下段の二択。下段が空いてしまった。中和者でも良かったですね、今ね、はい、入れっぱつぶしも兼ねて下段の選択。さあ、といろいろフェイントを混ぜる藤本。我関せず、ゲージは溜まってから勝負。おお、飛んで噛み合った。これはそう、ショーキック。これはガードに乗ったのは美味しい。でももう一回食べる。さあ、チョーキー、まだ体力リードですよね、はい、さあ、うまい、うまい。距離を詰めたいところで前にいる。スライディングした時だけ前歩き、はい、これはうまい。そういうのもありますね。割とジージャの空読みで前歩きして何もしてなかったから、何もしてなかったから何もしないっていうのパターン結構あります。さあ下がって、これはオートチューンさんウィンコンディションあが投げて、投げる、もう一回は通らない。さあテンションでクラッピーを選択。スライディングうまいですね。しゃがみショーパンチは確かに安全なさになりますが、じゃあ小さいやつ、はい、中盤こんな速くないですか、はい、あんなに落とせるんですかね。さあ、トミーが通るが食らい投げ、中足に当て痛い、ピヨりそうだが、ピヨった、やはりピヨった、ピヨった、どうだ、出すしかなかった、出してしまった、ジャック。さあ、おとちゅんさん、さすがですね、ここはかなり。いや今5試合の中でかなり読み合いがかなり複雑に変化してたのが見えましたね。複雑に変化しましたね、はい、まずは結構間合いを、戦う間合いをちょっと変えつつあったっていうのは、そうですね、やっぱ飛びを当てるってことですよね、はい、そこでこう前歩き飛びでまず気功拳を割と踏ませるようなタイミングで打ってるんだけど踏まない飛び、踏まない、あれをまず見てちょっとお父さん変えましたよね。変えましたね。最初中足を中心に攻めようとしたんですけども、まず最初に安全圏を取ってから攻めるっていう作戦に変えましたと、はい、なのでスライディングのスキンを見てからやるとか、もっと遠距離だとか、割とヒットアンドワイに変わっていって、 で、あの安全に攻めると、で安全に攻めるときは上を通さないようにして、はい、ということなので前歩きして何もしないとかもありましたと。もうさっき言ったようなエアスラを見てから飛び、うん、全然通んなかったです、ね、エアスラ見てから飛んなかったですね。もう体育もあったですね。通んなすぎてもやんなかったですもんね。ちょっと何回か仕掛けましたけど、はい、もうほとんどやってなかったと言っていいでしょう、はい、体育うまかったですね。うまかったですね、星野さん。置き攻めに関しては、まあ、あのチュンリー側は、ね、安全にかなりいけるので、うん、あのそれでやってましたね。刻んでから投げるか、まあ、百列だったり、ね、ジャック食らうとね、非常に置き攻めついて痛いので、うん、あれだ、あの、で、もちろんジャック食らった場合もありましたからね、はい、ありましたけどっていうところだったのと、まあ、あの百列非常に暴れするしね、はい、これが非常に機能しました。強い。あとめくりもテンションで逃げてた場面が、ね、で、そうですね、めくりはテンションに逃げてたパターンも多くて、あとスピバもたまに待てるとね、はい、テンションを待ちした時に仕込んじゃうと安く済んじゃう、はい、なのでそこはジャック当てたいんですけど、ジャックに行くと今度ねスピマ逃げの時に、まあ、安く、まあ、小パンになっちゃったりっていうのがあるので、うん、そこでちょっと ね、うん、うまく使い分けてましたね。 DJ 側は小パンで安全に重ねに行けるんですけど、今度小パンで工夫するとね、ちょっとだったり、まあ、ガードした後バックジャンプ入れっぱで良かったり、あの中央下の高非常に良かったですね、うん、見事にあそこで下段できたというところだったんですけど、いやーかなりね、だからいろんな意味ありましたよ、はい。今結構最新の今 DJ チュンリーっていうのはかなり見られたんじゃないかな、うん、あれやっぱいい勝負できるんですかね、はい、なんか基本的には DJ フリーみたいなイメージですけど、まあ一般的な目線で見るとそうです、ね、いやちょっとかなりいい勝負できるんですね。いやちょっといい試合、頑張ろうって気持ち、いや非常にいい試合いい内容でした。はい、さあでは本日、1,2,3,4,5,6 と終わって 5,6?6 終わって続き7試合目となっております。では7試合目、コタカ対アニケン、お願いします。来ましたね、来ましたね、まあ、今日、まずお互い全勝同士と、全勝ではないですね、サシスさんにさやられちゃったんで、ね、うん、全勝のアニケンさん対コタカさんという形になっております、はい、なりましたけども、さあどうしますかね。まあ、やはり先ほど最初にも今日言った通り、うん、
ガイルが有利なのは間違いないと。間違いないです、間違いないんですけども、あとやっぱ先ほどのちょっとサッシーの負け方が気になりますね。心が折れてる可能性があると。小高がこの後あのいつも通り出せるかっていうのはちょっと切り替えがうまくできてるよね。さあそしてアニケンさんは逆にまだまだ乗ってると言っていいの で、ね、先ほども、ね、言った通りあの3連勝は全然あり得るくなりますので、さあ小高踏ん張れるかというところでございましょう。ここからはちょっと、ね、見ていくしかないですね。さあでは試合の方お願いいたします。まあ、あの相手は最強のお兄ちゃんということで、まあ、前世紀の修羅にさせてアシュラにして勝ちたいと思います。何言ってるんですか前回の大会ではですね、このチャンプに、負けてますんで、まあ、リベンジと言い出すとほとんどのプレイヤーに言わんとダメなんですけど、今回こそね、ガイルですんで勝ちたいなと思います。よろしくお願いします。ガイルですんで勝ちたいっていうのは剣が言うとすごいですね。いやすごいですよね。ただ実際大会では勝てる組み合わせなんですよね、うんうん、勝てるか勝てないかって言えばなので、小高としては踏ん張ってほしいし、アニケンさんとしてはね今までの勢いで倒したいと、行きたいと。非常に勢い重要です。開幕は開幕どうする。ちょっと待って、ずらし波動、ずらし波動、開幕決勝しだったので飛び込んでくるっていうことだったんですかね。最初の波動拳潰せるんですか。うわー、一気に前歩きを見た。誰たちが歩きに刺さる。さあ、と待っているぞ、早い。しっかり台足、しっかり台足、勝利を読んでいる。お釣り大きいの入れるの大事ですね。大事です、大事です。台足が非常に重要。どうだ。いや、これどうする。画面端の手が台足、台足、あー当たらない。あー、できない。小高もできない。少々差まで。ダブルじゃなくてもよかったんだけどですね、難しいですね今のは。何だったかというと、まず削りあと1取ったので劣化できましたと。劣化なんですけど当たりませんでしたと。で、劣化の隙はですね、このゲーム1分しかなくて、はい、実は中盤サバとか入れるのが非常に難しいし、投げも入れようとすると逆に投げられちゃうパターンが多いんですよね。なので下段を置いておいた。下段をちょっと入り出して持続化になるように、はい、下段を出したんですけど、そうしたら連携が連携コンボが苦手なのでで、いろいろあった苦手っていうか、あの苦手っていうか、あのしゃがみショートキックを連続するのが良かったですね。体力的に3発当たるのが OK。 空中投げでも良かった可能性はある、うん、バックジャンプ大パンチ良かったですかね。さあ、しかしそんなことはあったが、うまくフォローして2ラウンド目はなんかガイル剣って感じの感じでした ね。さあ下がる、しゃがみ大キックパンチ 裏切らずと、はい、いうことでTBS ならずというところでした。さあ下がって、あそこの距離は少し安定です。小高さんはこれ剣ガイル語るときに弱波動だけはガードしちゃいけないんだと言ってますね。本人は弱波動ガードするとちょっと向こうのペースになってしまうので、なるべく操作したいっていうのは、まあ、距離によるんじゃない、ね、なるべく操作したいはあってますけど、はい、俺があの相手のガードありだと思う。あり、うん、さあ踏み込みが早いぞ。勝利当たって2択。早い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 。小高さんがガチャらなかったか。ガイル溜めもあるんでね、ガチャリづらいですね。ガチャリづらいですよね。さあ勝利抜けるが、チューチュー当たって、これ当たるが勝利当たる。おっと、勝利いったところでしたが、サマーサマーを出す。さあこのしのぎ、今ちょっとアニケンス可動機見せてみよう。投げる投げる投げ返した、投げ返したしかしまだ前に出るぞアニケン。まだ前に出る、後ろスパットの疲れに歩く。非常に激アツ行動、中波動ですね。ガードとのバックジャンプとも取りづらい。大波動バックジャンプした、飛んだ。さあこれでリードを取った。ちょっと動きを変えなければいけない。下がって裏剣、大波動のところなんだね、はい、大波動バックジャンプした後はソニックにバズるからラビニーで打ってっていう流れがありますね。さあ踏み込みずらしていく、かかとはガード、タッチガード、タッチガード、小高若い。しかし、置いておいた。今のは追い打ち、しかしサマー待ち。どうだ、当たらない。チューチューは踏み込まず、今のは波動拳を選択がすごいですよ、はい、後ろそばと読んでいたが、さあタイルブリードして飛んでいく。しかし
大ファンだと思ったんでしょうね、はい、今ね小高がなんか顔いい顔してますけどね、あれ昔マニアでアニケンさんと無敵さんが当たって、はい、あれに大勝利出したんですよ、はいはい、そしたら無敵さん大ファン出して大勝利打ち勝って無敵さん勝ちっていう昔あったんだよね、多分それがよぎって大勝利だと大ファンに負けるから、その大ファン読みで歩き出して対決しようと思ったら、だけど小高素直だった分かんないです、素直に出したか知らんかったか裏裏で出したか、そう分かんないですけど大キックだった、大キックでしたね、さあ踏んでしまう、これは痛い、裏切らない、スラストキックにしてますね、スラストはほぼ裏切らない、さあソニック早い、裏剣入る、今のワイツにやってたらさあどうだ、アニケンさんもどんどん強気に打っていくが、これは今のはちょっと難しいポイント、難しいポイントでしたね、さあ待っている、コタコかなりいいペース、コタコはまあ普段の牽制、おおやりつつどうだ、表ゲーダーまだピオらない、ちょっと運悪いか、大シャドウ、しかしゲーダー相打ち、相打ちよ、はい、もう相打ちでよかったですね最後は、さあ2件1ラウン1試合取っていけるか、3打手なるか、全然勢いでいけるんで1試合取りたい、さあ追い込んだ、さすがにドンピシャ、あー困んなかった、しかしまだねじ込む、食らって前歩き、おお中盤すかし、疲らせた、また行こうとしたが、おうまいっす、どうだ、うまい、非常にすかし行動取っている、でも変えて少々いいですね、はい、いい起点の利かせ方だと思います、ずらすんならこっちもっと、うん、上、相打ちできない、裏切り、TBS がついてきてしまった、いましたね、実際ね、ガイル側の心理的にもそうなんですけど、はい、ああいうふうにしゃがみ、後ろ歩きさせざるを得ない状況って、はい、あのジャンプダパンチ裏切りやすいんですよね、なるほど、あのジャンプダパンチって前歩きで裏切りあの引きずられてる、実際あれなのやりやすいんで、あの選択肢はありけど相当ありですね、うん、さあなんか早くも色が入れてましたね、よかったですね、そして飛びも通していく、裏剣に勝利刺さって下段から勝利、あーもうな格を変えてきて、しかしちょっと今確認したかったかですね、うーん、まず出していきましたね、はい、あコメントでなんで TBS と来たから今ちょっと説明してる時間がない時間がないぞ、さあ2択ちょっと高かったが小高やっぱりガードしてしまっている、さあどうだ、勝利が上手い、今のいい判断ですね、うん、結構さあさあとそこでさま今ちょっと危ないし、はい、そういったか今投げる、早い、結構画面端に込んで投げに行くかっていうところで、サマー待ちしてる、サマーを打つと思ってアニケさん待ってること結構あるんですけど、コタが我慢してますね、我慢してますね、さあ食らって打ってるところゲージを止めましたかね、はい、ゲージ溜まった時にやっぱりあの恐怖感はありますから、恐怖感ありますね、さあアニケさんのシャラムショーキック一発でヒット確認メッパーができるようになってきたと言っておりましたので、当然プレッシャーわかります、大パンチ、コタがキック、しかしもう一気にいった、昇龍下段、これは来たぞ、大キック選択は良かったですね、神の2択来ましたね、ついにあそこ大キックか、大キック選択したか、大パンではなかった、今ね逆にね、あそこすごい難しかったんですよ、はい、あれ本当ガイル側としてもすごい悩ましいところだったんで、ダイパンを潰すよ、ダイパンと相打ちになってくれっていう感じのタイミングでだ、そうそう、しゃがみダイパンって出したと、はい、ダイキックに負けちゃうんですよね、なので難しかったですね、あそこでガード取れたらちょっと神でしたけどさあこれガード打ったところにドンピシャ、ドンピシャ飛んでいる、さあアニケン、あーさあ打てなかった、ああ裏切っている、裏切っている、ダイパンが王を吹いてますね、ダイパンが王を吹いているもう一回行きましたね、大キックで大パンが王を引いてるので確実にアイス取るように、はい、リファって遅めにしてるんですよね遅めにすると大キックうまい、コパンで暴れる必死、しかしコタが連チャンソニックできないんですよねコタが連チャンソニックできないのでちょっと
ソニックがぎこちないですが、あ、飛ぶ、しかし今度は裏切らない、今のガードが来ない、これは行ってしまうか、投げて、あー、コパンで暴れる、コパンで止める、タチコパンで暴れましたよ、出の速いタチコパン選んで、今度中盤ソニック、はい、暴れがね、よどめなくいきました、そのように取れてればね、全然 OK でしょう、さあ、肩が陣地も取ってく、飛んで、あ、飛び降りてた、このランが非常に痛い、さあ、マッチポイントだぞ、飛び降りたのは非常にでかい、飛ぶ、もう2回目、強気だぞ、2回で飛ぶと、しかし打たざるを得ない、もう打たざるを得ない、打っていく、波動拳で押していく、波動拳押していく、前に行く、これは一緒にやらない、まだ30巻と画面走ったので3回目、そんなに打つなら飛ぶぞと、うわー、連覇が引っかかって、ガードガード下がまだ攻める、引っかかる、昇竜投げたいやー、2択、5回ぐらい連続で2択を当てたですね、いや今のね、今の見てる側だと最後投げだろうなって思いましたけど、思います、あのー、もうねガードしちゃいますよ、ね、いや今のはだって3回ぐらい勝利食らってましたもんね、はい、いやプレイしてる側でも、ま、僕も負けてたと思いますあの状況で、いやー、アニケンさんらしさ来ましたね、来ましたね、2-0からの3回飛ばれて、やっぱりあの最後の10カウントまで見てて画面端ねやってたと良かったですね、そうですね、まあ、これまでああいう感じでガエルに勝ってきたプランが何回かあって、うん、あったんでしょうね、行こうっていう感じになったんでしょうね、だからあのもうほとんど入れ込みといっていいレッパーを食らって、はい、やっぱ小宝バックジャンプしちゃったっていうのがまたあの非常にそうですね、小宝らしいと言いますかね、そこはありましたね、引っかかってしまった、いやでも小宝は暴れ方をね、非常に工夫したりとか、はい、ありましたね、いろいろ暴れ方をずらし、うん、単発にしないとかずらすとか、はい、ショーキック2発したりとか大進したりとかかなりいろんな暴れ方してたので非常にその辺悪くないと思うんですけど、はい、プラスね、しかしまあ1試合目2試合目ぐらいまでは裏切らずに、うん、そうですね、さあジャンプ大パンチね潰されずにいっていたんですけど、ま、負けた試合はことごとく、負けた試合もやっぱ引きずりましたね、はい、だからこれはちょっとアニケンさんがその人に勝つといった面を重視した結果、流せらしい戦い方、こういう戦い方を選択して、はい、最後の最後までね、その人の卓で勝つという形を取りましたね、いやちょっとね本当にアニケンさんの良さが良さ出ましたね、これ綾瀬よりもちょっと小坂戦的なとこ出たん で、うん、でね、非常にこのアニケンさんらしさが出ましたね、いや小坂も良かったんですけどね、いや本当に、うん、2-0 した時は、ね、小坂も本当に良かったんですけど、本当にいい内容でした、いい内容だったんですけど、アニケンさん出ました、すごい本当2人の拍手って感じです ね、素晴らしい試合でございました、さあ次行きましょう、次の試合は、はい、サシシ対オゴということになっております、うん、これも、まあ、まあ今ビーストを超え超越摂取となってますけども、はいはいはい、まあ、ビーストも、まあ、オゴさんの弟子でもあるんですが、うん、サシシさんももちろん弟子と、そうですよ、いうところでね、まずこのサガットの名前がガエルなのか、それが気になるんですけどオゴさんの試合結構こういうとこ気になって面白いですね、まあ、ガエルなら、まあ、いつも通りの、まあちょっと地上戦の構成とかがね、あの小高と違うの で、そこを重視していただきたいですし、ガエルならで、サガットならサガットで、この間ね、まあ、結構前ですけど、はい、横まで飲んでて、いやサッシはまだね強気のファイヤー足んないよと、サガット戦で、サガット戦で、うん、そういうところをやっぱ読まれちゃうと、そこ疲れてるからみたいなとこあって、もう梅原みたいに打つなら打てと、止めないでしょっていうレベルまで波動打たないとみたいなところやっぱ言ってたんで、やっぱ球の理論はねすごいでかいんですよね大本さんって、やっぱりあの、ね、球の理論に対してはやっぱ非常に厳しいというか、うん、サッシも相当打つんですけどね、そうですね、うん、ただサッシやっぱ地上戦とその他の攻略でもう本当に他の竜が到達できない領域にね到達してるんで、まあ、そういう意味では弾は必要ないというレベルまで来てるんですけど、だから私なんかもサッシをもし勝てって言われたらそこつきますよね、
打つのが打つか打たないかの読み合いに持ってって差しが打っちゃったみたいなところを狙っていくみたいな読み合いに持っていくのを僕としても多分それが一番いいと思います、なので、まあ、そもそもガイルなのか下がったのかで下がった後そこをつけるらしいんですよ。飛べる、そう飛べる、まあ、飛べたり、まあ、飛べたりっていうか、そもそもそもリュウサガットがそもそも下がったと飛ぶしかないんでしかないって組み合わせなのもあるんですけど、まあ、そういう意味で持っていくとかそういうふうになると思うんですけどね。なのでまあ、まず下がったらそういう読み合いになるんじゃないかなとは思うんですけど、どちらはどうでしょうかというところでございます。さあでは試合の方よろしくお願いいたします。どっちも使ってほしいですね。ヤヤさんとこういう舞台でやれるのがすごい楽しみです。頑張ります。謙虚なコメントですよ。謙虚ですよ。謙虚ですね。いや同じくサシさんとこの負けねえからな。お若手には負けてらんないっていうのがありましたから、ありましたかね、発言としては。まずキャラも何を選ぶのか分かりませんが、しっかりね、サシヒさんは 2P を譲って。私本個人としてはね、この下がっとりはあんま見たことないですよ。ほとんど外部ルールやってるんで。あ、そうなんですか。地元でもそういう感じなんですね、ほとんど竜狩りでしたね。だったので確かに菰田さんと八重さんがやるときっていうのも、まあ、ケンブラかガイルブラですね。そう、うん、まあ、サガットブランカのキャラ差があってそうそうあんまり面白くないっていう本人たちが言ってるのもあって、ケンブラかガイルブランカどっちも超力高いですよ、はい、どっちもめちゃくちゃ力高いんで意外と横浜ではサガットが見れない、見られない、意外と見れない、意外と見れない。あ、ガイルですね。ガイルが出ましたよ。さあ、先ほどの小高さんとは違う立ち回り、うん、よし早めに行ってきましたよ。うわ、今のちょっと抜け分かんなかったですね。非常に難しいけど、さあ、オゴガエルといえばこの画面端の今の弱波避ける、よくよくだね、今あっとちょっと透かしのタイミングが早かったが、はい、次に合わせて怪しい避ける、とにかく球を踏まない、踏まないですよね。うまい、小高ジャンプが来た。さあちょっと前に歩いて弱波動をよく受けるな。うわー、スカッシュが サマー、ちょっと早かったですね、うん、うん、うわー、一緒で相打ち、実際ね、あの距離だとシンク見てからサマーできるんですよね。あの早いと、はい、空対空してちょっと進化が早かったりすると見てからさらに効果的に。なるほどな。さあしっかりこの正解コールを、スタブ最大最大ダイヤシスカリにスタブ。さあ打ってく、さあ打った、裏剣、いや、ヤヤさんのいいところ出てる、いいところ出てますよ。さあしかし亀梨だ、中足選択、今の前ですね、はい、下がったのと前歩きで、うわー、裏剣打った打った、真空もあったが、真空、竜巻、いろいろ匂ったんですが、いろいろ匂いました、打ちましたね。サッシュはやっぱりその前歩き竜巻ってとてつもなくうまいんで、はい、でそのしかも外野のために合わせるのがうまいんですよ。前一緒に外野の歩きに合わせて、そう、それ見て中押しに切り替えたっていうのが素晴らしいですね。さあ投げる、投げる、このうわー待ってるぞ、お終わった。そして投げ返しに対して大遅れ、まだピヨラない、サマ打ってく、ちょっと近かった、近かったですね。うわっ、下段を選択、うまい、そばっとスカリ投げる、投げる、投げる、カメラ屋さんみたいな試合になりました。リバーススピンが出ていたが、そこを投げた。さあ、これは釣りましたね、出してしまった。ちょっと釣れるって話ですね、うん、高い、高かった、これが小高にはできなかった。できなかったね。詰める、あ、今、ダイヤしてアイス取れるんですよ、ダイヤしてアイス取れるポイントっぽかったんですけど、ちょっと早かったですね。さあ、これはスタブ前に出る、あー、よしね、これはもうダブルサマーがあるのでいけないか、どうだ、下がる、逆に逆、逆に逆、そしてアイチ、熱い、今のちょっとスタブ、あのスラスラしたかったですね、はい、うん、はい、前歩きを、むしろ今あれですよ、下がりを見せかけて前向きを誘発してスタートということで、やはり地上戦もちょっとやっぱ深みがありますね。そうですね、
ったらど、うわ、うまい、うますぎる、早かった、早かった、どのプレイヤーも、うわ、うま、うおおお投げる、どのプレイヤーもサシスさんの目の良さを逆に利用してる、怖いですね、うまい、差し返して食らって、うわー、ソニックまで、ソニックまで仕込んでいた、それはさすがですね、はい、うん、いや、サッシもちょっと笑ってますよ、やはりハチコパがソニックに見える、サッシも忘れてね、吉野のソニック遅すぎて逆に合わないとか言ってましたからねいや、ちゃんとずらして遅くしてもあるよ、褒め言葉としてね、遅くしてもあるよって言ったら、いや、それも分かるんだけどとか言われましたからね、さあまたしてもノーガイルのペース、当たらない、間に合っている、2発刻んで今度は当たるが、ダブルサマーが、あー、サマー逆に打つ、普通のサマー、さあちょっとやっぱりあれですね、あの地上戦の深みがありますね、ちょっとやっぱありますね、うん、差し返してきますもんね、差し返しもあるし、そのサッシの行動を誘発してからってことですね、うん、後ろに下がって前に歩く、うん、ガエルなのに、まだ間に合っている、小判が匂ってちょっとサッシが反応が遅れてますかね、シワシも今ずらしてきました、避ける、我慢する、立ち場ですが、やはり釣っている、そういうやり方があったか、投げ る, 投げる、最速ソニック、うおー、狙ってるぞ、狙ってましたよ、釣って今度は前やりきに合わせるようにスタムを出している、今度だ、これはちょっと分かんないぞ、ダブルがあるぞ、抜けられない、投げる、強気に行く、いや強気の投げ、ダイゴスだがソニック、うまい、これ今のはどっちが美味しいですか、あれはね、ガエルダブルどっちかって美味しいです、美味しい、うん、ダメージ的には結構取れてる、ダメージで取れてる、ね、さあ裏剣、いい裏剣だ、いや踏まねないですね、このサシスさんも結構いろいろ波動種類変えてるんですけど、弱波動避けるのがすごいんだな、さあ画面端まで行った、こうなればペース、一応したとね、惜しくないですね、はい、うまい、さあ後輩下段強気、投げる、それは投げる、さすがに投げるぞ、サシスね、あれ中足の単発確認に従ってるんですよね、単発確認、うん、中足の、そう、恐ろしい人間ですね、であれ中足ファイヤーにすると、はい、サマがかくってるんですよ、密着すぎて、密着すぎてサマがかくってガルサくるんだよ、はい、だから単発確認し、おおっマジでマジでほんサマットにしてきた、まあ一本、それ切る、まあ一本ね、あるしみたいな、あー出るぞ、来た来た、ここでやはり師匠の威厳を出していくのか、飛ぶさあこれはずらして波動、しかし攻めにくい、さあ踏み込み、うわーどうだった大パン、さしが相手にしたか、波動拳、ゲージもあるがずらす、さあもう下体、あー産んでしまう、産んでしまった、下体が見てからシンク打ってもね、はい、ガンできちゃうので、あまり落ちないところ、上体が打っていった波動拳、さあこれは龍が押していけそうだが、すぐに切り返す、飛ぶ飛ぶ、あー飛ぶ、間に合わなかった、間に合わなかったか、さあ踏んでしまう、うわ前足うまい、おお二択、そういうのもある、うまい、あシンク打った、下がる、これは打ってお互い予想通り、うわあ勝利が出る、今ちょっと暴発しましたかね、はい、相打ちはこれは龍が超美味しい強気、サガット打ち、タイが打ちすぎではないですか、これはまだやはりこうなるんですよね、はい、こうなるので本当は打ちづらいはずなんですが、打つ、どうだ、飛んでいくが空タイプ、ずらせない、いや危ない、打ってくる、昇竜拳強気だ、こちらも出すか、その距離で昇竜、さすが弟子やね、はい、
楽しそうですね。楽しそうですね。3試合目はどうする、戻すか。なんだ、戻さないっぽいですけど、戻さないっぽいですね。これ、 これはやっぱり、はい、意地が来たな。さあラスト試合ですね、はい、ラスト試合になりますよ。上タイガさあ上で、はい、総裁をして作っていって下タイガーに切り替えると。うわ飛ぶ、飛んでいる、避ける、中足立ち中中上、わ反応がおかしい、素晴らしい反応、打ってくる、中出して、だよし切り返して投げ返す。これねやっぱリューダーが4つボタンあるんでね、はい、投げはやっぱり大変ですね、うん、さあ飛ぶ、垂直、垂直落とす、落とす、肉の先側さあ大吉踏み込み、さあショーキックで止めて打っていく、サシスさんちょっと踏み込み、うまい、うまい、この2ヒット重要いやしかもね、サシスちゃんとね、立ちショーキックに引っかかんないように歩いたりして、はい、いやうまいんですよね、ほんと打ってる、球うますぎる、しっかり待ってる中パンチで誘った、打ってないぞ、なんでだ、はい、ダイヤシ打っていく、うまい飛んでる、さあ球打ち、ダイパーの前を狙ってましたね、うん、しっかり待っているぞ、こここれが、いやいや、玉口の師匠、面目役者が来た、さあ、切り返したが、これは、さあ、うまい、タッチ超キックの差し返し、おうまい反応、垂直ジャンプはもう許さない、投げる、踏み込みに対してジャンプ、さあ、これは。いやこれはさすがの大号とは言わせられませんね、はい、5試合目にサガット出してきたのは結構意思を感じましたね、感じましたね、はい、いやー面白い試合になってきた、これはさすがの老練と言いますかね、はい、若手に負けてられない、まずあのガエルは地上戦に深みがありました ね、 ね、本当にやっぱ小高の場合はさすがやり込んでるがゆえの、うん、この周りに対して正解の行動してるっていう感じなんですけど、はい、やや大坊さんはやっぱのサシシをやっぱ知ってる感ありましたね、うん、読み合っていますよね、もう常にこう常に自分の読み合いになるように誘導して、うん、でその上で地上戦を制するといった形になってました。結果ね、画面が今日はよく見えていた形で、うんうん、まあ、ガイルとしては大坊さんが選手した形となりましたね。でサガットの方はやっぱ本来まあ竜が非常に有利な組み合わせと言われていて、ね、はい、もう何やってもやっぱファイヤーに最長押されてしまうと、であの下タイガーショットの電話もすごいファイヤーに燃やされちゃうっていうパターンがすごい多いので、相打ちになってサガットだけ相打ちっていうかもう竜だけ当たるみたいな感じになっちゃうパターンがすごい多いんで、非常にきついんですけど、まあ、垂直ジャンプだったりとか、あとそのジャンプ大キック、タッチキックね、はい、ね、あれしか入んないっていうところであれ入れたりで少し、まあ、ビビらせた上に地上戦ね、うん、いやタッチ、タッチショーキックも、まあ、だって差し合いもあれにタッチショーキックに合わせてしゃがみだキック差し込んだりしたのでちょっとおかしいですね、ちょっとそんなに好きないはずなんですけどね、異次元の読み合いだったんですよ、はい、で垂直ジャンプがその波動拳に対して一方的に蹴れることに対して差し入れも上り中パンとかってやっぱされちゃうと、あれやられるともうサガットってすげえこうネガティブになっちゃって、どうすんだよって感じになるってんで、いやそこをねさらに読み合いに昇華していったっていうのがもうさすが2人でしたって感じでしたね。いやこれはちょっと素晴らしい試合見れました、はい、もうありがとうございますって感じですね、面白い試合だと思います、これはね本当にいい試合でした、はい、素晴らしい試合でしたね。さあということで残り2試合となっておりますが、はい、次の試合はフジモン対アニケンとなっております。さあちょっとねフジモンさんの DJ ケンはねまたこれ難しいところなんですけども、いやそうなんですよ、で難しいし、まあ、DJ 有利と長らく ね、まあ、そうですね言われている組み合わせだと思ってますと、はい、でそれはあまり変わらず、
どうなんですかね、関東はまだ DJ が少なくて中部には多いんですけど、逆に中部は県が少ないんじゃないですかね。おそらくお互いこう勝ち合ってないんですね。そうなんですよね。やり込みのあれがやり込みが、少なくて噛み合ってないので、ちょっと今どういう感じになってるかっていうのはちょっと私も。そうですね、ただアニケンさん結構多分というかアニケンさん球を結構打ってくんで、DJ 剣ってやっぱ球重要じゃないですか。波動拳がやっぱ重要なんで、そこをどう噛み合わせていくか。いや、そうなんですね。フジモンさんがどこで飛ぶか守るか、でまた置き攻めで例えばなんか解決策とかあるんですかね。あの剣側が食らっ、剣側が置き攻めされてる時のってことですか。やっぱりあの DJ の置き攻め一発めくりからだったら即死っていうパターンは変わってないと思うので、大昇竜逃げとかね、竜巻逃げとかあるんであれば、はい、そういうのを駆使していただきたいですけど、ちょっとその辺がね、剣側としては画面端にも追い込みたい、波動モードにしたいですね。波動で行っていきたいですね。二択も聞きづらいんでやっぱり、はい、どうなっていくでしょうか。はい、では試合の方よろしくお願いいたします。5戦目になるんですけど、 DJ ゲンはまあかなり今多分 DJ がまあ有利なカードだと思うんで、有利できますね。これは勝ちたいと思います。藤本さんに教えてもらいたいと思います。どうぞよろしくお願いします。有利と言っているのでね、有利と言っているのはやっぱり自信ありというところですかね。はい、まあ、DJ って言うけど結構、相性が極端なところも結構あるんであの強いキャラにはとことん強いですよね、はい、ただどうでしょう、フジモンとしても県勢はできてるんですかね。まあ、関西は少しできたんでね。関西は県が多いので、非常にねいや数はこなせてるとは思うんですけども、はい、まあ、中部に行った時も例えばふたちゃんさんなんかが県も使うので、そうですね、まあ、野口ちゃんとかの辺のプレイヤーが、はい、いますのでね。さあ下がって、さあどうでしょう、めくりに行くか、これも痛いぞ、あ、中小ルーだとループしちゃうか、一気に7ヒット、死んでしまう。どうなんですかね、大小ルーはどうなんですかね。大小ルーはどうなんでしょうね、空中ヒットになったり、してくれれば。中小ルーだと結構食らうことも多いんですけど、はいはいはい、抜けましたね今ね。結構遅めに技を出したんだと思います藤本さんが。さあ小ルーはあったらね、最大よく下げれた、ねじ込んでく、これですね、はい、空達はどうしてもマシンガンに負けてしまう。さあめくり入る。さあこのコメント、大勝利でもスカッてスラムで確定ということですかね。そうですね、そもそも波動拳がスラでアウト取りやすいんですよね、はい、で中足出すと中間中足負けちゃって、はい、かなり剣としては大きい攻めがね、やられちゃうんですよね。非常にきつい苦しになると思います。さあ飛んでいった投げ、あ、掴む、こればっかりは DJ も厳しい。さあどうだ、ちょっとスカってしまったが、はい、体力負けしてるので連打するしかない、はい、歩いていく、ね、外足はちょっとね、ここでね勝利も知ってるぞ。これが鳥かごなんだろう、これが鳥かごできますけど、はい、あの台足スロットが合わさると逆に即死じゃないですか。です、ね、非常に、ね、実は難しいですよね。さあ打っていく、トリガモにする前にアニケンさんとしても一回ね、この、はい、うまいソバットを潰すってことしたいですよね。さあ下がるスペースができた、飛んだ、飛んだどうだ、画面端に今日は逆にね、めくられないのはあります。はい、あ、ソバ、ジャックも釣ったみたいな、うまい、ゲダマスガド、これは対空にならな い抜ける、おお、マジか、そういう返し技もある。なるほど、釜払いで隙をついてきました。さあ2試合目はそれこそ波動で押して鳥かごからダメージを奪うと、やっぱしたいというところですね、はい、あれは結構剣の勝ちパターンですね、うん、下がる、歩いていく、踏み込みが締まれば逆にそばっというのは大体勝てるんですね、はい、大体勝てるんで、失礼、試合を作りやすいというのがあるんですね、はい、さあ飛びは待ってるぞ、埋めていく、うまい、今刻みも読んで出しましたかね、はい、さあ投げ返し、 DJ のボタンに4つ使える、強気に投げにいくさあこれはちょっと遠かった、
DJ が飛ばないと思ったら波動拳を打つのが最適ですね。やはり最適ですね、はい、いやもう打つしかないですよね。飛ばないときに打たないと剣がのペースにならないんで、それが一番きついですよね、はい、それが今剣が不利って言われてるところだと思います。あ早め打ちましたが、どうだガード刻んで投げない。今のよくあるですね、はい、体力リードはしているが前に歩いてくる。あーパーチナーキック、前歩きを返してきました。一番やっぱりリーチ長いんでね、うん、あれ置いとくのは有効だと思います。うわー、よくガードした今の出し、動きたくなるポイントだったが、波動拳打っていく。この距離ではかなり厳しい。どこで飛んでくる。そばっと持ってるから、はい、あそこに台足っていう風になって当たってない。しかしちょっと今投げかかってたか。さあ守り、また落としが出てしまったが打っていく。フジモンもなかなか前に飛ばないですね。飛ばないですね。飛ばなくてもいいってことなんですね。フジモンはかなり読み合い強いですけど、おお引っ掛けた。どうだ。あ暴れた。下出したところに下段、左足にも刺さってしまうのがやはりあの勝ち台の強いところ。うん、前飛びしなくてもいいってことなんでしょうね。もうポイポイ決めてるっぽいですね。しなくても勝てるっていう、冬場は結構試合方針を決めたキャラ、ね、キャラ体で決めた、うんね、組み合わせは意外とその通り動くんですよ、はい、ジャンプするんだったらするし、うん、しないんだったらしないと、割とその辺はかなりうまくいってます。さあめくり、ああいう感じでフライの銀に食らうんですよね、うん、さあ飛んだ。暗い空中ぐらいになった。飛んでいく。ここでスライディングパイクから引っ張り投げは昇竜下段、少し下段、勝利当たる。いやー、ここはいやー難しいところ。今多分波動拳だったと思うんですけども、やっぱソバットが匂うんですよね、はい、ソバットが匂うのでどうしても剣側としては後手になってしまう。で今の最後のも DJ の当たり判定がちょっと変なんで、多分レッパだと削りきれなかったんですよね、はいはいはい、だと判断したんですよね、はい、ざーっと相打ちになる。そっか、あれで結構引き付け合うちになっちゃうんですね、はい、だから剣側としては最予想を選択しない、飛べないんだ、最予想を選択しないとダメなんですね、うん、ダメですね。一方さあこれもある、削り OK、 波動拳を打つしかない。前に歩いてスライディングを見せてますからね、避ける飛んでいくからどうだ。あそこでマシンガンを選択できる、選択するとさあこれはフジモンが有利というところを見せていった。見せましたね、かなり確かに、あの、うん、無理をしない立ち回りを選択してたので、ま、本当に有利なんだなっていうのは。読み合いにするポイントはめくりまで見せれば、はい、ちゃんとリターンが致してるぞっていう内容選んでましたね。 そこまでソバット打たなかったんですけど、うん、兄貴さんは常にソバット警戒してましたね。ダイヤシが打てないっていう場面が結構あったし、で、そこやるときにね、中盤でいいやってときは中盤でね、うん、やってたしということで、割とフジモン側がその死なない立ち回りってうまかったですね。有利ならではの立ち回りですよね。有利ならでは立ち回りうまかったですね。ああいうところフジモンさんうまいんですよね。うまいですね。あの本当若手っていうか、こう現代っぽい考え方、現代っぽいプレーをプレーしてますよね。そのスト2は特殊な、まあ本当に環境で、あの年齢が高ければ高いほどそういうこう利を捨てた行動をやっぱしてくるんですけど若手は結構そういうデジタルなことを考えたがるん で、ね、まあ、ただ藤本の読み合い結構好きですけどね、うん、強いですね、強いんですけどね、うん、そうなんですが、やはりああいう組み合わせだよね、そういうところを、非常に強めに来たという、はい、ところかつました、ね、あのやっぱり兄貴さんも2択を当てたっていうところあるんですけど、うん、DJ が結構逃げパターン多いんですよね。そう2択に強いんですよね、うん、とにかくあのやっぱり3種類技を持ってて、うん、マシンガン、ジャック、そして膝はめより投げが、うん、投げ前が広いとし、うん、あのボタンも4つあるというところで、まあ、その辺はもう最大限活用しましたね、はい、いやこれはもう本人が言う通り、まあ、DJ 有利というところは、まあ、このとりあえずこの試合では証明しましたということになりました、はい、さあでは、最後の試合に行きますか、はい、しょう、うん、グンゼ対オトチュン参りましょう。来ましたね、来ましたね、グンゼ対オトチュン、まあこの今、まあ、本日この組み合わせだともう多分一番辛いんじゃないかぐらい、一番辛いでしょう、うん、くらいでありますね。1日目もね、あのガイル談義が一番きついだろうというところに行きましたが、ガイルより厳しい説やっぱりあるんで、チュンリーの方が、私の見立てではチュンリーの方がきついはずです、うんうん、ありますね、
家の、ポニーさんもね、はい、あの女が一番やべえと言い方あの女が一番やべえつって言ってましたので、そうなんじゃないですかねというのを思います、はい、うん、技の相性もいいし、あと羽が効きづらいっていうのもありますよね。なので技の相性も、まあ、ソニックと気功拳だと気功拳の隙が大きいんですけど、うん、気功拳の反転のデカさとデカさ、その後の通常技のあれを考えると、実はやっぱ気功拳の方がガードしたパターン多くて、そうですね、まあ、弱気功が画面にあるだけで何もできなくなるという、プラス、ゲージが溜まると弱気功を4 ダブラに避けると戦列がフリッとしちゃうってのがあって、はい、それが非常にきついですよね。厳しいですね。もうゲージ溜まっちゃうともう外流に厳しいのは間違いないと思います。なのでギョンデさん、ちょっと試合はいい内容してますが、ここでまだ ね一矢報いていただきたいというような内容に、チュンリーの守りをどこでどうかいくぐるか、はい、注目だと思います。では試合の方よろしくお願いいたします。はい、もう今更何を語ることもないという感じ。オトチュンがオトチュンで、そうってよろしくお願いします。オトチュンがオトチュンでの後何だったんでしょうね。まあ僕もこの組み合わせはもう語ることはないんですけど、ね、こうウンジェは、ね、こうワンミスでこう全部体力持っていけるこう何話の逆転ファイターと言われてるんで、もうそれを隙を与えずにもう完封して勝ちたいと思います。よろしくお願いします。グンデさんの顔がかなり意図的なものがありましたが、ね、はい、実際完封できるぐらいの、ね、そうですね、完封するときはグンデさんに申し訳ないですけど、もう何もできないっていう試合があると思います。なので、どうやってね、そうですね、読み勝っていくかっていうのは、最近やっぱりよく出る連キャンジャンプなんかも多分使っていくんじゃないかと、影縫いからのジャンプっていうのは結構あると思います。影縫いからの連キャンジャンプ確かにね、ちょっと早く動けますからね、はい、そこで、まあ、チュンリー側がタッチ中キックをいかに押せるか、うん、タッチ中キックはとにかく強い、チュンリーのあれがね、対空にも使えるし地上を止めるのにも使える、うん、あれに対してはザンギが割としゃがみ大パンチっていう勝つ技があるんですけどそんなことをやっていてはっていう、さあサウル昔ねカッキーさんとよく当てましたよ。さあ現に飛びましたね、ジャンプが刺さって岩崎貢献強気大キック反応いいぞ大き攻め刺さる、さあゲージが溜まってしまった、これはきつい。あさあ見てから見てからさ、今のは多分あのしゃがみパンチがバネシングに失敗と見て、はい、ちょっと狙った感ありますよね。さあ下がって中キック、画面端は近づいたが、ここからはめれるのか、おしゃがみパンチ、そういう差し返しもある。さあその対空気功拳どうだ、一気に画面が持っていかれた、集中機構で画面脱出。やっぱシャーミダキックはその画面を押せるっていうリターンがでかいですよね。強いですね、うん、さあ全身をショートキックで止めて、どうだ、大キック置いてあった、置いてあった、置きも強い、置きも強いですよね、はい、あれなんか持続が長くて、はい、ザンギが歩いて台刺そうとすると当たっちゃうんですよね、歩き当たるんですよね、顔に当たっちゃうっていう、うん、で飛んでてもああいう感じで、そうなんですよ、でしかもその後に白熱とか仕込んでると、はい、どうすんだろう、どうしようもなくなるとね。さあ会場が冷えて誰も拍手しないんでね、セルフ拍手してましたからね。さあ中足も中足、さあこのずらしとにかくくぐれない、弱気功タイプ超強いですよね、はい、ガールですからやっぱ弱気タイプ超強いんで、そんな感じで球がずっとあるので避けれない、中キックで差し返す、一発で十分、うまい、タッチキック一発当てるだけで終わってしまうのか、どうだ、じゃあ大パンチも使ってきますね、あー、8大キック、オートチュンさんいい振り方しますよ、いい振り方しますね、はい、すごい辛そうです、非常に辛い組み合わせと言われていますが、まさにその通りというべき内容。さあしかし画面を押したい、食らってでもいいから、さあ反応がいい、オートチュンさんがガード方向に入れてないので影縫いが効かないですね、はい、ニュートラルで待ってるぞ、これは美味しい、ましたが、さあゲージがないうちに少しでも、音いった、これは画面端だ、もう後ろに引っ張ってアトミック、さあ勝って、ーなー
受け身がなぜない。受け身がなかった。ゲージが溜まってしまう。削りがもう立ち勝ち。やりましたね。これは美味しいといった感じの笑い。美味しいですね。これは美味しかったですね。どうでしょう、グンネさんがちょっと連弾を忘れたか、ちょっともうスクリューがいくと、ね、はい、確信があったのかって感じですかね。さあ、美味しいところを拾った音中さん、さあ、くらって前に行くよ。どうだ、うまい。これはうまくすれば、お、いた、はい、いった。バイアリックスクリュー、そして弱、あー、近かったか。弱スクリューにするとそのまま安全にいけるという説もある。そうそう、でもね、あれなんですよ、多分今のは持続でないだと思います。なるほど。確かにチュンディとバルドルとなんとかっていうのがジャックスクリューの後に先に行けるっていう、入れっぱで行けるっていうのをクライナーノングさんに聞いたんですけど、はい、別にチュンディは先止めに行っても テンションがあるんであんまり意味はなかった。あーっと、そんなことを言ってる間に体力が逆転しているぞ。これはダメなパターン。体力が逆転している。あー、チラシ。どうしても戦列客だったりが似合うのでダブラリもしなきゃいけないんですが、早めみたいなのがいいですね、はい、そう、潰されても全然 OK。 逃げる。多分ですけど、車外ジャックパンチでも遠目から行けばね、安全傘になるんじゃないですかね、はい、なると思うんですよね。フォークとかもなるんで。確かに、うん、うわー、反応がいい。ちょっとグルさんが前にミスってしまったというところは多分だと思います。さあ、オトチュンが大キック追い込んでいる。いけるか。どうだ、あるぞ。しかしここでテンション強気。さあ、今戦列は出なかったが、ほとんど某漫画のようになってしまった。いやー、ゼロドット見せてくれるのか、グンゼ。中キック、これはしっかりやりきったと。オトチュンしっかりね、キャラサ通りの動きを ね見せてくれましたね。さあ、今ちょっとね、チャンスもありましたんですけど、まあ、難しいポイントですよ。あそこでちゃんとテンションの間合いないから、うん、技を重ねられるか、いけっていうのがもうそもそも難しい話なんで、その前のところはね、その間合いがいからジャックキック行って歩きスクリューっていう難しいやつだったんですけど、はい、いやー、ちょっとね、それを毎回やれっていうのは難しいですよ。ちょっとね、難易度が高い。難しい上に、おとちゃんがしっかりテンション出すから、ね、難易度ちゃんと上げてるっていうところで、はい、ダメージもね、十分結構取ってたんですけど ね、ただのやっぱり最後に立ってるのはオトチュンだったという、というところでございました。さすがオトチュンさんということで、ね、はい、そこはね、ミスなくというか、あのね、読み合いに勝ち、はい、後半はミスなく立ち回ってというところで、お手本にしてほしい残念でしたね。お手本にして勝ちましたというところになりました、はい。はい、ということで、以上で、本日のプログラムは全て終了ですということになりますかね。これは本日のなんかまとめかなんか、はい、これまとめはちょっとリーグの更新が出ますか、はい、出ますか。じゃあ本日の結果を踏まえた、素晴らしい。さあ、4勝1敗でアニケン、オトチュンが並んでいると。やはりやはりこの2人が並ぶんですね。オトチュンさん、続いていってるのがサシシ、はい、サシシが3勝1敗、3勝1敗、まあ、得失点差は結構大きいですね。勝つときはガッと勝ってる、うん、負けるときも2引いてるということで、オトチュンさんはアニケンさんに負けた以外今のところ、はい、勝ってるので、これあれですね、直対優先なので、そうなんですよね、アニケン対オトチュンになるとアニケンが有利ってことですよ。そうです。で、うん、さらにこれはもう3日目に繋ぐんですけども、サシシさんがこれアニケンさん、オトチュンさん戦を残しているということで、おー、これはそういうことか。自分で勝てば全然あると、そうですということです。そしてただし、はい、残ってるのがゆうべかさんなんですよ苦手のサシシ、残ってるのがゆうべかさんなんですよ。まあ、ベガ戦練習してましたけど ね昔に比べれば本当にね、もういつもネタにしますからこれはもう、まあ、お前はベガ戦だしなみたいな言ってて、はい、一回、ま、あの3オンをサシシ、ヨシを焼き鳥で組もうっつって、はい、おいいねっつって、穴はなんだっつったら、メガだとか言って
そんぐらいね、はい、あの明らかに指しの距離なんですけど、まあ、ベガはダメだった。そうですね、まあ、そのベガもユーベガさんがコタか指し捨てを残してると、残してるということで、まあ、かなり3日目の内容も熱いんじゃないかと。残ってますよ、はい、これちょっと激アツですね。最後まで多分これ分からないんじゃないかなと思います。ちょっとアニケンさん、途中さんがでもトップを走ってるっていうのはさすがの内容ですね。リーグ戦にやはり強い人たちでしたね、うん、こういう形式には強い。そしてですね、はい、最後の、日がので負けが先行しているプレイヤーも、はい、内容は非常に、はい、いいですよ。いいですね、ユーベガさんとかフジモン君とか軍司さんの内容を見て攻める人はいないでしょ。いないですね、さすがに。これいないですよ。なので、まあ、最後の日、まあ、優勝はねもうちょっと3勝してもきついのかな。そうですね、そういうとこですけど、まあ、個人的にはフジモン・グンゼっていうこのザンギ DJ はいいですね。結構いい組み合わせになるんじゃないかと。これぜひ見たいですよね。お互いが有利って言ってるんで、うん、これは、はいはい、さあ最近は農業さんも農業はめをしないというようなねしないんですか。なんか一応 DJ 側が相打ちになる、はい、返し技を発見してそれに対応するものも一応残念あるんですけど、はい、難しすぎて無理みたいな。大中ソバットに対して仕込みダブラリとかってことですか。そうそうそう、仕込みをしかもなんか下がりで出すみたいな早めタッチションキックに下がりダブラリを仕込んでガードしてたら歩きスクリュー、歩きしゃがみつかみするみたいなことしないといけないんですけどなんかもう後ろ仕込んで前歩かなきゃいけないの。そういや無理でしょ。農業さんが言ってたんですけど、農業さんが無理とか言って人間の手ではちょっと難しかったと言いましたからね。なんか沼さんが頑張ってましたけど、あ、仕込み大好きで、大好きですからね。まあそんな感じで DJ さんにも刻々と変わってるんで、はい、そういうのも見たいですよね。はい、ということで、2日目の内容は以上となりますが、はい、いかがでしたか。非常に、ね、熱い戦いで、はいはい、まあ、個人的にはやはりそうですね、一番面白かったのは、まあ、意地を見せたサシシオゴかなと。あ、サガット出してきたのがね、結構びっくりした。あれ良かったですね。5試合目サガット出してきたっていうのも、まあ、結果はさておき最大のエンターテインメントだったんじゃないかなと思います。いや、あのね、かなり、まあ、私になっちゃいますけど、あの1日目の時もこれで課金したっていう疎通プレイ多かったんですよねこれなら見たい、これは、ぜひ見たい、これは課金みたいな、はい、あのギーさんとか、結構その地方に行っちゃった系プレイヤーが、ね、いやこれは見るっしょみたいなこと言いながら、あとなんか王さん本人も課金とか言ってましたからね自分でも見たい、俺出てたけど課金だわとか言ってましたから、いや非常に素晴らしい試合多かったですね、はい、そしてさっきも言ったように、はい、3日目の試合が超注目カード、はい、いっぱい残ってるんで、リーグ的にも一郎氏ですし、プレイヤーとしてもですね、はい、そこ非常に見たいですよね、はい、で小高は1日目非常に良かったんですけど、2日目あの X の東大さんとか見てる人には同じだと思うんですけど、はい、まあ、まさに閉店といったような内容だったので3日目また回転するのかどうか、 そこにも、ね、非常に注目していただきたいというふうに思います、はい、さて、次回ですけども、ちょっと次回3日目がまだ、放送日未定ということで、すみません、そこはですね、UD の方で決まり次第発表があると思いますので、はい、そこの方情報をお待ちください、それと書いたオールバトルとしては次の8月24日ですね、はい、ビッグマッチの方ありますので、そちらの方よろしくお願いいたします。はい、はい、それでは、本日は、ね、メインはイベント以上となります、はい、皆さん、長時間お疲れ様でした。これにて失礼いたします。さよなら。